しやがな中村一です。わしやがなマフィアカジタです。あ、間違えた。岡部です。よろしくお願いします。おい、どういうことや。なになになに、間違えてね、今わって言いかけたろ。わしやがらって言いそうになって間違えたって言ってよ。間違えて、それが正しいんだよ、問題はよ。いや、まあ、聞かなかった、これ。おめでとう、ブグちゃん。ブグちゃん、おめでとう。誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ありがとうございます。ハッピーバースデー、ブグちゃん。いろんな人にお祝いしてもらえて、ブグちゃん、ハッピーです。いやー、ブグちゃん、34歳。34歳。可愛くない年だよ、もう34歳は。そっか、もう今までのようにはいかんか。いかんよ。今までは可愛かったのか。昨日までは大丈夫みたいな、そんなのなんか。お前は世界一お姫様だったのか、今まで。あ、違ったのか。そう、34歳なんですよ、ブグちゃんはね。はい、おかげさまで。まあまあ、なんか、ブクちゃんとさ、あと、カジタ君もさ、はい、今月誕生日があるからさ。そうなんですよ。ね、33歳。まあまあまあ。この辺のことはね、うん、わしゃがなとしては考えてますよ。まあ、何をって話なんですけど、まあ、何かを考えてますね。まあまあまあ、何かやれるんじゃないかと、僕らにも。あ、ちょっと待ってください。あのブグちゃん誕生日祝いつつ音声チェックしてるんですけれども、うん、どうやら、わがまま美少女から中村さんの美声がちっちゃいよって。ああ、もう今日は声小さいんだよ僕は。それはやっぱりいわゆる遺跡とかに関わる理由ですか。そういうこと。単純に収録の疲れだよね。今日の疲れが出てるっていうだけだけど。なるほど、ね、まあ、皆さんバースデーというところで、僕もね、それの中で移籍をしましたけども。そうですね。まあ、まあ、なんつうか、おめでとうございます、ね。まあまあ、新しい、新しい、そう、なんか、シグマを離脱しておめでとうございますって意味じゃないよ。みんなね。新しい中村デビューって意味で、おめでとうございます。あの、宣材写真も新しくなっておめでとうございます。あれはそうだね。あの写真撮ったんだけどさ、うん、緊張したよ。宣材写真を撮るのに緊張したよね。なんか撮ってないから。思ったんですけど、インテンションの宣材写真、うん、おしゃれすぎませんか。全部おしゃれだよな。すんごいおしゃれですね、あれ。移籍が決まってホームページを見たときにさ、うん、このラインナップの中の写真を撮るって辛いんだけどと思ってさ。なんかすごい綺麗めの格好してましたもんね。いや、そう、うんうん、それがね、あってね。あ、そうだ、うん、今日ね、ゲストを呼ぼうと思ってんのよ。あ、え、本当に無告知ですよ。無告知ですね。無告知で、飛び入りというか、さっきお願いしてさ、なんか、まあ、みたいな感じで OK が出て、やっぱインテンション入ったからにはね、うん、ここだろうっていう。おう、じゃあ、ま、関わる。うん、やっぱりそのシグマセブン時代だとちょっと難しかったけど、インテンションならあるいはっていうところでね、ちょっと呼びたいと思います。お、はい、ちょっと待ってくださいね。これ楽しみだな、これは。はい、もしかして。誰だろう。あ、もしもーし。もしもーし。はい。どうも、桜井です。はい、桜井正弘さんです。あのね、こういう振り方をするとキャラクターめちゃめちゃ負けてるんで。すいません。え、みんなクラウドだと思っちゃった。がっかりですよ。クラウドないよ、みんな。高弘の方じゃね。ただ年収は何倍もあるよ。そういうこと言っちゃだ。なんでそんな薄汚い話始めるんですか。いやいや、こういうね、これはだって、まあ、桜井正弘さんに対してもちょっと失礼なトークではあるけど、桜井貴弘さんにもちょっと失礼なんだけど、ただ同じ事務所になったからにはこういういじりが可能なわけよ。そうですね、確かにね。そうそう、ちょっと失礼に行きますよ。でも中村さん、インテンションじゃ一番後輩になるわけですよ、入ったタイミング的に。信用みんなより後輩だから、遠山さんの後輩。遠山直先輩だからね。ああ、じゃあこれからバイセンって呼ばれる。今日はとりあえず皆さんをねぎらいたくて。うん、
東京ゲーム庁で本当お疲れ様でしたね。あ、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、まずお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、事務所の一席おめでとうございます。ありがとうございます。お祝い多いな。多いですね。こちらこそ、お祝い渋滞が。新ファイターおめでとうございます。ああ、これからです。おめでとうございます。あいくら。知らないかもしれないけど、23時半からやりますんで、お願いします。あ、そうそうそう。そうですよ、みんな。皆さん、ってことはもう答えはわかると思いますけどね。まさかのね、23時半には何があっても桜井さんここから消しますからね。我々がその前番組を担うっていう勝手に、ね、重い。いや、重すぎる。あの、私の声が大きくて中村さんの声が小さいって言われてるみたいですけど、いやいや、もうそんなことないですよ。みんなもう見てる人がおかしいんですよ、それはもう。ちょっきり前中村さんはね、あの音声ミキサーいじるの本当に大変だから。そうね、ちょうどいいとこ、まあ、じゃあ上げてみるか。これで上がるからそんなに小さい小さい言われるほど小さいのかな、うん、あと俺がバカでかいみたいですよ、中村さん、うん、音声バランス、うん、あら、あれなんですよね、自分たちが聞いてる分には全く動向に聞こえてますよね。そうなんですよね、そうそうそう、うん、だからね、ごめんなさいね。じゃあちょっと僕の原因上げますね、これでね。まあ、ぼちぼち調整しながら話しましょう。このぐらいになってれば大丈夫だと思います。で、梶田君をめっちゃ下げればいいんですね、うん、めっちゃ下げたら聞こえないでしょ。はい、まあ、こんな感じ。どうでしょうかね、はい、こんな感じでいきますけども、はい、まあなんかね、ツイッターが破壊されたっていうね、なぜでしょうね、大変なことに。あれね、まさかね、うん、まあそれがスマブラのせいかどうかってのは分かんないですし、あんたのせいや、絶対あんたのせいや、あれは間違いないですよ、ね、どうでしょう、 100% あんたのせいや。だから、あの、交渉のサーバーが落ちる時代ですから、うん、いやー、まあ、落ちますけどね。でもまあやっぱりそれだけこうファイターのね発表を待ち望んでる人めちゃめちゃいるっていう、うん、いや、今のところ好評で何よりです。で、桜井さんのもプレッシャーがありますよね、やっぱ発表においてね。まあそうですよね、プレッシャーは、うん、というか、あの、楽しくなくはないんですけどね、うんうん、だけれど、うん、やっぱり取り回しは大変だななんて思ったり、今回も、今日これからやるプレゼンも、やっぱりお家で一人収録になったんですね。あ、はい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 、大変だ。一人でカメラを回すから、あの、自分がどう映ってるのかっていうのが確認できないんです、実は。全部取り切って確認みたいな。本当に誰もいないんですね。取り切っても、あの、再生ボタンで再生とかがなかなかできなくて、モニターでできなくて、うん、機材も、うん、あの、プロ仕様のものなんで。なるほど。アプリで回して、あとは編集でなんとかとかいう。あの、笑ってくれる人もいないんですよね。笑ってくれる人。それきついな。目の前には、この間ね、僕も聞いたんですけど、このアニメ系のやつで、うん、その、うん、女性向けの作品のオンラインイベントをやったらしいんですよ。うん、でも台本は一応お客さんがいる前提の台本だったりするから。うん、なんかちょっとかっこいいセリフを言うコーナーがあって、うん、本来ならそう、なんかお前のこと好きだぜみたいに言ったらキャーってなるわけですよ。わー、そうでしょうね、うん、お前のこと好きだぜシーン引っ込んで次のキャラクターみたいな。うわ、マジきつい、うん、そう、あと大喜利やるとかきつい、ね、やっぱりオンラインはそうそう、リアクションがねないっていうのがすごい大変みたいで、いや、もう YouTuber みたいに後編集でイベーイとかみたいなのね、足したくなりますよね。なんかフルハウスみたいなの入れてほしいですよね。あれちょっとオーバーすぎて嘘くさい。あとスマブラの動画にそれ入ったらおかしいけど、ね、あとフルハウスは観客ちゃんといるっていうからね、舞台コント。俺はめちゃめちゃ笑ったけど、あの桜井さんとマイクラって言われた時のリアクション、一人芝居のやつ笑った。やります、できますあれね、めっちゃ笑ったけどね、あれ。うん、まあそういうことも一人で頑張るわけですよ、うん、そうなんですよ。だからね、桜井さんに失礼ないように、その、うん、前回、うん、俺らほら、あの、桜井さん呼んで、桜、うん、井さんといえばあの大乱闘するあのゲームっつって、ほらブロフォースやったじゃないですか。うん、いや、本当に申し訳なかった、あの、みんなの期待を裏切って。いや、正直あれはね、俺も後でアーカイブ見てて、なんて番組だと、
このわしゃがな TV っていうのは本当に失礼だなって思うの。まあ確かにオールスターではありましたよ。本当に申し訳ない。今度こそちゃんとしたのやる。そう、なんか桜井さんをわざわざ呼んでやるゲームじゃないだろうって。ブロボーザー悪くないよ。ブロボーザー悪くないけど、なんでやねんっていう感じは確かにあったよ。そうですね。だから今回はついにあの大乱闘ゲーム、うん、4人で遊ぶ、お行く、お行く、許可スマッシュで吹っ飛ばす、お、うん、許可どうきたか、はい、じゃあちょっとやりましょうか、長谷さん、はい、はい、じゃあゲーム画面行きたいと思います。こちらガンズゴアカノーリ2。え、ちょっと待って、聞いたこともないんだけど、何キャラクターどうします？キャラクター。それぞれキャラクターの性能が。いやいや、あの、なんで俺を無視するね、俺の、俺の意見を。聞いたこともないって言ってんの。これなんか本当にいきなり送られてきたんだけど、うん、いや俺一押しなんだってこのゲーム、うん、ガンゾーは可能率マフィアがマフィアなわけですね。そう、マフィアがゾンビと戦うっていう超神ゲーなんですけど、おお、そう、そう、桜井さんを呼んでやる、マフィア VS ゾンビ、桜井さんを呼んでやる、やっぱこれ以外思いつかなかったっすよね、桜井さんといえば。あいつゲアブラリーがやばいな。あ、そう、まあじゃあやってみようかと。まあとりあえず今回プレイヤーとして一番上、マフィアかじった桜井さん、はいはい、まあ俺、はい、中村、うん、ブクちゃんってなって、これ今こう、うん、あ、こうやってキャラ選ぶのね。そうです、そうです。まあこれならまかり間違えてもスマブラ参戦かみたいなこと言われない。わかんないじゃん、もう。いや、もうね、マイクラ出ちゃったらわかんないですよ、もう。いやだ、ないかな、99% ありえないじゃないかな。確かにな。いや、あの、作れって言われれば上手に作りますけど、うん、どこが言うんだ。じゃあやりますか、ゲーム開始しますか。皆さんキャラクター大丈夫ですか。俺はもうね、革ジャンのナイスダンディしたんで。じゃあ俺はね、移籍したんで、うん、この移籍した人みたいな。そう、これ多分スチームパンクおじさんだと思うんですけど。はい、これでいいっす。はい、じゃあ坂井さんはサンタクロースで。あ、やっぱね、世界中の子供に夢を与えてるから似合いますね。そっちか、すごく似合う、うん、そっちか。ブクちゃんはもう完全に映画の人だね。そのゲーム開始、うん、はい、3、2、1、ゴー。世界一巻き込まれる刑事やん。やり方をほとんど忘れちゃってるんですけど、まあ、なんとなくでわかると思いますよ。これ系は横スクロールアクションなんで、簡単に説明するとコントラみたいな感じの操作系のゲームですよね。だからああそうか、コントラっぽいですね、確かに、うん、そう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 、キーボードかマウスかでだいぶ変わってくるんですけど、坂口さんどっちスタイルでしたっけ、うん、今パッドでやっちゃってますね。あ、じゃあパッドスタイルだったら、エイミングはマウスの方がやりやすいかもしれないですけど、少なくとも俺はエイミングはマウスの方がやりやすかったですけれども、うん、でもパッドでも全然遊べますよ。まあ、あんまり気にしないで普通に遊んじゃいます、うんうん、問題ないかと思いますがね。あれ、これ皆さんゲーム音ちゃんと出てますか。出てますよね、うん、お相撲さんみたいなフォントは何なんでしょうね。鑑定流と言いますか、やっぱローカライズのセンスだと思うんですよ、うん、でもこれ使えたんで。あ、ゲームもうっすら出てる。あ、そう、ゲームもまあ大丈夫、大きくしましょうか、うん、じゃあちょっとだけでもいいんじゃない、ちょっとだけ大きくしよう、うん、いや、ちょっとあの今ちょっと変えられないんで、オープニングムービー終わったら変えます ね、うん、すね。あ、オプションで。これが一応主人公のテーマの。そう、これあのストーリー上はこいつが主人公で、前作で あのゾンビあふれる街から一人生き残ってるんですよ。あ、そうか、これ2だもんね。そうです、そうです。そうか。ただ今回はですね、よりスケールアップしまして、もうこのマフィアがゾンビプラス、あの、なんて説明すればいいんだろうな、うん、まあちょっと進めてみれば多分いくと思うんで、楽しみにしておきましょう、うんうん、今のところ人間同士のね、小競り合いっぽい感じだもんね、うん、多分対立組織に今捕まってるんですね、主人公。なんか拷問を受けそうになってる。あ、すごい人の良さそうな顔してるけどね、おじさん。これ敵のマフィアどもです。悪いやつか。うん、あ、でもなんか靴が、まあ、フェラガモみたいな靴。嫌な予感しかしないですよね。うん、オイラーがあるって嫌ですよね、もうね、なんか。やっぱね、ハードボイルドな世界観プラスゾンビがね、うん、すごくツボなわけですよ。でもこれ力づくで引きちぎっちゃう。いやいやいや、どういうことやな。ガバガバ高速。パンチ。パンチですか。お、強いね。強いんですよ、主人公。
伊達に生き残ってないんですよ前作で。お前に天気予報教えてやろうルイ。ぴったりぴったりじゃないですか。心により憎いもの。ガンこれでアメリカンジョークだ。なるほどね。ちょっとコメディータッチなんですね。そう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 。これはもしかしてセロゼットセロとかないのか。ないとないと思いますわ。あんのかなセロ。うん、私が家庭版ではキドロのものになるんでしょうね。ちょっと音を。あれごめんなさい私操作できないです。あもしかしたら設定画面でキーボード操作からパッド操作に切り替えてないんだと思います。オプション出した方がいいですね。ごめんなさいオプションが出ないです。エスケープキーで出ましたよ。エスケープキーで分かった、はい、こいつを武者がなんかおかしな動きしてるけど、うん、どうしたどうした早くも360度攻撃できるんですよ。だからあこうか上下左右から襲い来る敵をこうやべえうん、どうだいどうだい。いやいやこれこれこうもう敵やんこれこの動きして近づいてくるやつ敵やんこれ。ローリングマクレーン。いやこれローリングマクレーンマクレーンって言うな裸足だけどそいつ確かに。あお桜井これいけそうですかね。大丈夫ですかいけそうですか、うん、R で攻撃ってことでいいんですかねもしかして。あそうです、ね、そうですトリガーで攻撃です、つまりあ桜井さんテープをいくら振り回してもダメだと。そうですそうです攻撃はちゃんと攻撃ボタン押してイエスイエスこれはジャンプで気持ちいい。うわーもう会社君好きそうだもうこれこういうの。あ桜井さんの骨が降ってきた。あえいやいや桜井さんこれいやいや自分はやられてないこれ桜井さんの骨がうわーいっぱいいる。なんでサンタ、サンタかぶりしてんの。サンタかぶりしてましたね今。えサンタがいたの。サンタいましたよ。こっち来てこっち来てください桜井さんちょっと。どれどれこっちサンタいますよ。戻って見てみる、うんうん、サンタがなんか焼き死んでるんですよ。あほら本当だほらでもよく見てくださいこれ骨になってますよこれ何があったんでしょうね。煙突から入って多分出られなかった。ああそういうことか。サンタがアメリカンジョークかアメリカンジョークメリークリスマースって来たら死んだわけ、ね、そう出られなくて死んじゃった。これね、プレイしてる人数によって敵の数おそらく変わるんですよ。なるほど。あだから、今すげえ湧いてるんですよ。これ武器がバットンだった。あ、チェーンソーのエネルギー切れてますね。燃料が切れたんですね、きっと。じゃあ俺がチェーンソー結構燃料早く切れるな。さて、もうね、強いだけにすぐ切れちゃう。おお、銃に撃たれてる。もう銃のやつ早く倒さないとやばいっす。了解。いたただ、いたただ、いたただ。よし、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 よし。よし、あ、桜井さん銃手に入れてる。はい。お、本当だ、チャカだ。だからまた、チャカど、あ、落ちて落ちて、ここで。俺もチャカだ。俺が今いる場所に落ちてました。これ爆発するんじゃないか。危ない、危ない、危ない。それ、ステージギミック気をつけてね、爆発するから。了解。あと上に銃あります。あ、銃だ。これ取ったら、二丁拳銃になります。ジョン・ウー。よいしょ。そう、ジョン・ウー。男たちのバンカーですよ。体力減ってる人。ちょっとだけ俺減ってます。もらってこっちです。あ、これみんな取れるんですか。やべやべ、そう、みんな取れる。やばい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 。超硬いやつ、超硬いやつ。やべ。上にいる、上にいる。もう四方八方から湧いてくる。ほう。バット、バット、ブクちゃんがずーっとバットで戦ってる。バット意外と強い。もう近距離になるとね、銃より強いよね。うん、あ、ブクちゃんちょっとそこの壁の端に立っといてくれる。同じ、うん、この辺、うん、この辺に準備が必要だから。何するの、ちょっと頼むわ。ああなるほど。びっくりした。ダメージ食らってないこれ。食らったよあー楽しい。やっぱそんなバースデープレゼントくれ。ハッピーバースデー。いいアメリカンジョーク知ってんじゃねえか。とんだバースデー。とんだハッピーバースデーだったよ。まあ何気に一番ダメージ食らってるの俺なんだけどね。本当だ。ちょっと今ハート取っちゃった。最悪のクリスマスだぜ。大ハードじゃねえかよ。ああれクリスマスだからね。うん。これね、障害物に隠れてれば敵の弾当たんないんで。これさ、うん、銃エイムアシストついてるわ。
ついてる。あ、そうそう、なんかね、補正かかる、エイム。いや、パッドだとね、ヘッドショットとか狙いづらいから、そう、ちゃんとヘッドショットの概念があるんですよ、このゲーム。ちゃんと頭狙って打てば、相手早く倒せる。結構よくできてますね。そいつ硬いよ。これ、敵の拠点がなかなか出られないな。そう、これ敵の拠点が結構高いんです。後ろから、めっちゃ打ってるやついる。ハートもしかして、複数人で分けることができるかもしれない。あ、いやいやいや。それってカービィで中で分けるやつですか。あ、出て。こういうんじゃなくて。ルクブさんがハートを取ってもなくならなかったんで、本当はなくならないわ。それぞれの人がそれぞれの画面で取ってないですね。そうですね。ところで下にチェーンソーあるけどいらないですか、誰か。え、チェーンソーあります？うん。本当だ。チェーンソー欲しい。これでも全員取れるんじゃないですか、チェーンソー。あ、そういうこと？取ってみて。取った。あ、取れる取れる。全員取れる。じゃあ銃とか気にしないで取っちゃう。気にしなくていいみたいですね。相手の分け合わなくていいみたいですね。チェーンソーはなんか硬い突撃してくるやつに多分効果的だと思うんですよ、ね、こいつ、うん、ノックバックっていうか継続ダメージ与えるから。あれケツ終わってやるぜ。わえぐ、腕切れて死んだよあいつ。ちょっとそれはね、チェーンソーで切れやね。かわいそうなことしたわ。で今全くゾンビの気配すら感じてないと思うんですけれども、ゾンビゲーって嘘だろうなと思ってる。これはなぜならまあ今敵の拠点に閉じ込められてるから、ゾンビのゾンビゾンビで危ない、後ろ撃。なんかちょいエグい死に方してんな、敵が。あ、ついにマシンガン来た。トンプソンマシンガン上に。本当だ。ブクちゃんがめっちゃやられてる。こいつ穴入ってきやがった。トンプソンあるぞ。トンプソンだ。やった。これ打ちまくりだ。ドラム型だ。マフィアといえば。マフィアといえば、ね、本当ですよ。ドラムマガジンのトンプ。いてて。ブクちゃん後ろから来てる。来た。おお。いいねー。あ、黒来た、ダメだ。避けたのにちょっと当たってたわ。引かれてましたね。この車倒さないと。了解。倒すのか。引かれて、そう、爆発した。よし。ざまあ見ろ。超銃撃。やっぱり人数が多い分相手の耐久力が。確かにそうかもしれないですね。ちょっと硬めかも。ちょっと難しいなっていうの。中村さん死んじゃうかもしれない。ライフ。よし取った。ライフある。けど、いや、そんなに出ていっちゃ帰って危ない。お、ナイス、ブクちゃん。後ろからも来てる。チェーンソー突撃。後ろから結構来てるっぽいな。うわ、これ。弾を華麗に、避けて。でも当たるな。無敵はないのか。あと、B ボタンでキックできるの気づいてました。あ、この前蹴り、そう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 、結構強いですよ。接近された時とかに使うとね。あいつまたいるじゃん。たくさん人がいるときには向かない。天井に誰かいる。お、味方だと思ったら敵だった。このシャツ、敵だらけ。おぉ、こっから入る。上。あ、トンプソンだ。あれ、火炎瓶投げてくるやつ。この先にいるね。うん、倒した。ナイスです。ああ、いけ。突撃組んだ。突撃組んだ、暴れる組だ、やめろ。焼け死んだよ、突撃と。あいつ勇敢なんですよね、メリケンサックで突撃してくるから。倒した。なかなか死なないもんね。うん、超硬い。でもまあ動きが単純だから。セーブポイント。なんかみんなが盾になってくれた今。ここから結構ステージが広いんで。広いね、上が大丈夫、ね、四方八方から来ます。本当にあんまり離れてそう。ちょ激しいですね。上か、上行くのか。うん、一体だ、あの上でグレネード投げてるやつどうにかしてくれ。そう、どうにかしましたよ。ナイス。ちょっと最上階敵多いんで援護を頼みます。ああ燃えてる。弾がね、結構弾があって、あった、火炎放射器ありましたよ。おぶつ？おぶつ一番左、うん。これめちゃめちゃ強いんですけど、すぐ弾切れます。
了解。じゃあ気をつけよう。これだ。これか。どうだ、扱ろう。扱ろう。どうだ、扱ろう。そうでしょうね。おさサイコパスミすごいな。熱かろう。うん、熱いね。味方マキシだぜ。マキシだぜ。いやこれちょっといいな、この殺し方。炎炎をマキシだぜ。エヴァンゲリオンの急撃を思い出すよ。ああ戦略自衛隊の。そうネルフ本部が襲われた時のあの悲壮感。あれはショックな表現ですよね。あれね、あれ戦闘員まで殺すことないっすよね。あれ胸クソ悪かったな。胸クソ悪かったなあれ。もうあれで将来の夢はネルフ職員ですって言えなくなったもんな。言ってたんだ。元々がどうかしてるわ。今は。マシンガン強いな。強い分温存しとくのがいいのかな。おおいいね。うわなんか上からめっちゃ上から何か投げつけてきてんじゃんこれ。あの上に火炎瓶持っとるやつが。そうだね。あるんですよ。あ河村さん危ない。よし解除した。やった。あいつをやっつけに行こう。これやろ。エース回復。これやろ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 。なんかあれですね、戦い方がガンダムのゲームみたいですね。ああ確かに確かに。いいですね、みんなギリギリ死にそうで死なないライン。なんとなく死なないで。熱いね。あちちちちち。最上階行きましょう。なんかもう最初から偉いことになってるんで。了解。あ、パッとこっち。いたー、また来た、また来た。おー、俺そろそろライフが欲しいな。あ、ショットガンだ。ショットガン。梶田君の大好き。ショットガンあんの。もうショットガンさえ手に入れればやったぜ、みんなターミネーターですよ。ショットガン。上来た、上。あ、爆発すと。え、来た。お。何？見込み中。多分次のステージじゃないですか。唐突に来ますね。うん。そっか、一人とかあとどっかに入った感じになるんだけど、うん、そうじゃないってこと。これようやく外には出れたけど、まだまだ敵いっぱいおる。わわわわわ。これはショットガンいるな。ええ。自分は温存しておこう。硬い敵。硬いっすよね。これで難易度ノーマルですかね、これ。やべ、結構ダメージ受けちゃった。これ何、無限脇？これボス？いや、一応無限じゃないんですよ。うん、ああ、じゃあ借り尽くすのか。そう、借り尽くせば出なくなるんですけれども、ぶっちゃけ無視してどんどん進むこともできます。でもこれ今進められないよね、多分。今あの下フラグ立ったんで。あ、やばいっす、やばいっす、やばいっす。左右から行きます。分かった、じゃあ。痛い。さっきに。やべえ、俺死ぬ。あ、死んだ。参戦の待機中です。キック。来た来た来た。俺死んだ場合いいで3再生。あ、で復活した。リップしたわ。お、いいやん。あ、 E ボタンでリポップできるんです。多分一定時間。それね、リポップじゃなくて俺らから体力をもらってるって書いてる。本当。本当だ。全員から体力を 8% を梶田が取りましたって出たよ今。ああ、そういうこと。じゃあ俺が奴隷にしたんですね。そういうリポップみたい。桜井さんだけすげえ無事なのがやっぱすごいゲームのうまさを物語ってるなって。あ、マジ。なんとかしないとな。ライフあるよ、ライフ下にあいか。死なないで。あいたい。くせえ。やばいやばいやばい。やばい。ああ、中村さん死んだ。やばいやばい。ああ、俺も死んだ。あ、やばい。これ桜井さんからだいぶライフドレインすれば復活できる。いいです、ここにハートあるから。おっと、その前にいただきました。ハイカーをやっつけちゃいましょう、はい、あれを取れればいいね、はい、よし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 、なんとかいいんじゃない、いいんじゃない。あ、映画館か。映写機があるシアターですね、これ多分劇場出てないから。いいね、映画館いいね。ここめっちゃ武器いっぱいある。あ、その窓から撃てますね。撃てますね。いいっすね、それでも誰もいないや。敵がいない。敵は顔を出す。ローリングってどうやるんですか。L1。やべやべやべ、囲まれた囲まれた。無計画に落ちたらやばい。そうです。危ない。入った入った。
火炎瓶鬱陶しいな、もう鬱陶しいですね。ライフありますよ、劇場前に。おモニターの前にライフ出ました。マジで火炎瓶厄介だな。ライフ取って回復しましょう。マフィア映画見入ってんじゃん。マフィアがマフィア映画。マフィアマフィア映画。マフィアマフィア映画好きですからね。行き止まり。確かに。これ多分ある程度敵倒さないといけないんですよ。なるほど。おそらく敵倒した数で比べたら。ああ、ハート取った。誰かが死んだ時のためにハート温存した方がいいかななんて思ったり。ああ、なるほど。そういう発想力はやっぱ開発者なんで。うわあ、なんかすごいの来た。やばい。やばい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 。いやあ、引かれた。引かれて死んだ。もう一度来ましたよ。もう一度来た。うわあ、上に乗るか。ああ、なるほど。これで先に進めるんだ。すいません。体力もらいます。よし。あ、ライフあるよここ。ライフあるから大丈夫。よし。後ろまだ敵が。もう先に進んじゃいましょう。これフィルム装備だ、どうせ、うん、あの窓から出るやつはこれ以上追ってこられないでしょ。うん、追ってこられない。どんどん進みましょう。いい、よし。あ、やば、2体来た。暴れる君2体来た。強いやついる。大丈夫、暴れる君じゃない。当たらなければどうということはないんです。なるほど。赤い彗星みたいなこと言い出して。わあ、犯人だ。あいた。くそ。なんか俺あいつの突撃必ず食らってる気するな。意外と分かりにくいよねあいつ、突撃が。急に来るから。人混みに紛れてくるから。そう。予備動作が難しい。来た。くそ。やべ、上の方すげえいっぱいいる。上？うわ、下の方にもまあまあいっぱいいる。いっぱい降ってきた上から。そう、上にすっげえいっぱいいます。いいんじゃない？あ、上ライフある1個。あ、よかった。もう死ぬとこだったんですよ。妖怪って、あ、満タンだからいいや。このゲームのライフってよく映画で見るあの中華料理のパックなんですよね。あー、なんかあれ美味しそうに見えるんだけどね。そうですね。うん、実際マフィアたくさん食べてるイメージある。お、実際に食ってみたらね。確かにマフィアあれよく食ってる。よく食ってる。で、大体あれ食ってる途中にセガールに殺されるんだよね。そう。大体まずそうな顔して食ってる。あの、うんざりした顔で。お箸の使い方下手でね。うん。あの、アベンジャーズの人たちとお箸使うの上手でしたね。ああ、食べてましたね、うん、なんかそういえば。そんなにうまく使えるんだって思って。今は結構あの料理多いんじゃないですか、中華と日本料理で、ね、うん、食べる機会が。人口の3分の1か4分の1ぐらいが箸を使うって言ってたから、結構多いんですね。あれ憧れます。何の話だ。いや、あのカップに入ってるチャーハン食べたいもんだって。食べたい、ね、実際食ってみると結構油べちゃべちゃなんですよ。ああ、本当。そんな気がする。でもね、確かに美味しいんですよ。なんかいいよね。ジャンクフードですね。ああ、そうだね。そう、うん。ジャンク感が、うわ、来た。メリケンサッコん、そんなのあるんだ。敵が突撃してくるやつ。ああ、屋上からなんかいやらしいのがいるな。これ無視していい。自滅した、あいつ自滅した。この屋上には行けないのかな。ああ、行けないなって。あ、来た。鉄球なんであれ、多分さっき落としてぶち破ったんですかね。あ、なるほど。それ爆発する。うん、爆発する。冷静にこれは爆発する。桜井さん、ね、焦ることないっすよね、本当に。そうでしょう、それはそうでしょう。桜井さん、俺よりホラーゲーム実況向いてないと思います。あ、いや、中村さんホラーのあのリアクションの薄さまず半端なかったな。無反応、表情ピクリとも変わんないの。俺も見直してこれ良くないなと思って。生首落ちてきてるのにこんな無感情な人おる、ね、これ、うん、おっと危ね。お、来た。これポスターとかで時代背景わかると思うんですけど、第二次世界大戦中ですよこれ。 I want you。
だ今回の話は結構二次大戦にかかってくるんですけれども、うん、そうなんだ今のところマフィアの構想をひたすらやってますけど、うんうん、これゾンビでやるでしょ。そうゾンビ、ゾンビものなんですよ。ねこの画面の奥にいるもんね。あムービー、あカットシーン入った。あそっか、一番最初に1944年って出てた。そう。脱出するために、まあ、仲間を頼ってるところっぽいんですけれども、ここからさらにマフィアプラス警察の三つ巴の戦いになるんですよ。そこにゾンビも加わってくるんですよ。めちゃくちゃ、いやめちゃくちゃよ。しかもマフィアと警察は俺らのことほっといて戦い合ってるから本当にあのカオス。で俺らはどっちも相手にしなきゃいけないから厄介。あチェンソーだ。おー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 、シールド欲しいわ。シールド欲しいっすよね。めちゃめちゃダメージ食らうので。これ基本やっぱ最前列に立ってる人がタンク役としてめちゃめちゃダメージを受けるんだよ。食らっていくしかない。うん。あ警察だ。とりあえず歩調を合わせていけばいいのでは。歩調を合わせてみんなで食らっていきますか。みんなでみんなで。あれしていきましょう。あれこれなんか。ここからです。ここからです。この上この上から乗り越えるんです。うん。痛い警棒で殴ってくる。あれ上何もない。あ上上がれるんだ。おお。左の方に行けるみたいな。シールドを持ってる警察がすげえめんどくさい。あ、左の方に何か ありますなんか。これはマシンガンっていうかグロス。ああすごい。MG42 マシンガン。え、マジっすか。ほら隠し武器、うん。隠し武器あったんですか。本当だ。解釈好きそうな武器。これあれっすよ。はい。あそこの奥。ヒトラーのノコギリって呼ばれてるやつですよ。来た。世界大戦つったらこんな感じの武器や、ね。わいける。あ。うんノルマンディ上陸作戦で上から落ちたら地獄王みたいなすごいダメージ受けちった。すげえな桜井さん。あやべえ死ぬ。みんな落ちちゃう。高所ダメージが。高所ダメージあんの。うん高所ダメージ食らった。もう食らないものとして油断してましたよ今。あやべ死んだやられた。うわこれすごいなこの武器。しまった、うん、あ後ろから警察が持ってきてる。早いマジで。うわ本当だ。やばい逃げましょう逃げましょう。持ってんじゃん。いや警察をチェーンソーで、うん、この警察が持ってるシールドがゲルググのやつにそっくりなんですよ。確かに、うん、ゲルググごめんなさい。ゲルググのシールドにそっくりだった。ミトソーのゲルググシールドだね。あ、坂井さんごめんなさい。俺らのライフがあるんですいません。本当にむしろよく今まで死ななかった。先に教えてくれたのに死ね。俺たちも、うん、次々飛び降りてしまう。俺また死ぬ。あもうあれですよ。ライフあった。ライフある。あれ急いで取らないと。よし、美味しい中華料理。はい。もうバットが一番強い。警察やってきた。やだな、警察したくないな。人格。でも大丈夫、これ悪徳警官なんでこいつら。ああ、そう。賄賂に弱いやつら。こんなもんマフィア全盛の時代の警察なんかもう腐敗し尽くしてる。それならマフィアと結託してるんじゃないですか。今ちょうど過渡期なんでしょうな。過渡期そういうことにしときましょうか。うわ、ん、そういうちょっと警察がゲルググシールドにいっぱい襲われている。俺ら何も悪いことしてないのに襲ってくるんですよ警察は。これはもう悪徳警官でしょ。こっから怖いな。よし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 。おらいすげえ大量に来た。こいつもう、高いとこから落とされた。なんかこっちもグレネードとか欲しいねこれ。多分後々手に入ると思います。あ、ほんと。一作目ではあったような気がする。嫌なギミックあるな。嫌なギミックあるね。火炎お家にうまくね、警察と敵マフィアの同士打ちを狙って戦ったのが楽なんですよ。なるほどね。そんなシチュエーションあったかした。うおー、シャンデリア落ちてきた。こいつら敵対してますか。人から撃つ。あ、なんか奥にライフがある。うん、下から撃ってきてんな。よし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 。ああ
やばい、バーカウンターに閉じ込められた。ごめんなさい、ちょっと遅れてる。ててきたあいつ。マジでいて。ドデュシしてくれー。マジでいて。ライフあります。ああ、なるほど。シールドのやつ蹴り効きますね。あ、蹴り効きます。で吹っ飛ばすのが一回。そうなんだ。このハートは取っとこう。いいんじゃない。この BGM が俺好きなんですよね。愉快なジャズみたいになってる、まあ、この中って何にもないんですね。たまになんかあの武器があったりするんですけど、あるぐらいなんですかね。か隠し的に、うん、正規ルート以外は戻るなかった。多分こっちからだと思います。もそっちから戻るしかないんだ、うん、こっちから。ああ、なるほどなるほど。でこの奥の小部屋だと思います。おっとっとっと、危ない。この吹き出してる火炎を止めなきゃ、ハンドル回して止めなきゃいけないんで、うん、バイオハザードでよくあるやつですよ。そうだね。あ、警察が追ってきてる。バイオハザードとか、この前にクランクとかを見つけなきゃいけない。クランク見つけなきゃいけない。ギミックをね、メダルかクランクを見つけなきゃいけない。あ、大量の警察官来た。あ、でも俺アンチ見つけた。これ天井裏アンチっすよ、天井裏。ここいるね。ここ。ここから撃ってれば敵にダメージ食らわない。見て、警察ずっとはめてる。警察ずっとはめてる。いや、キックで画面端にずっと。ひねりますよ、ひねった。よし。どこの火が消えたんだ。全体的に消えてるから、中村さんの下とか行けるようになった。そういうことですね。なるほど。行きましょう。よいしょ。ジャンプが L なんですね。おっさんに押せないですね。きたー。多分じゃないとね、ジャンプ打ちとかは難しいんですよね。うん。ジャンプしながらエイムすることが多い。あれ？なんか壁にはまってるやつを。あ、はまってる。本当だ。これバグですね。これ。うん、壁にはまってる。どれどれ。本当だ。壁にはまってる。攻撃もできない。キック。あ、壁抜けた。出してあげたよ。ちょっとこの消火栓回してあげます。バグ解決。うわぁ、ポリス。警察カード。ポリス、ポリス。嫌だなぁ、取ってないなぁ。インスされた、インス。このゲームの中では俺らはもうドアクトなんです。今日は警察撃っていいっす。今日は警察を撃っていい日。そう、今日は解禁で。うん、今日は大丈夫です。俺本業警察なんで、うん、マクレーン刑事なんで。あ、マクレーン刑事。マクレーンだから大丈夫。皆殺ししちゃダメじゃないですか。いや、今日はパージの日なんで大丈夫です。パージの日。年に一度のパージの日。年に一度のパージの日だから大丈夫です。パージの日警官いないじゃないですか、もう。だらけ、なんと市民クラスいくつ以上じゃなきゃ大丈夫だよね。そう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 。あと兵器クラスもカテゴリーいくつ以上はダメ。いくつ以上はダメとかあったね。だから確かにハンドガン系は大丈夫だもんね。そう、ハンドガン系とかは大丈夫なんですけど、大量破壊兵器は使えないパージ。そうだそうだ。ほら、警察とマフィアがやり合ってます。本当だ。おまくん。マフレーン。最悪のクリスマスだぜ。お前そのセリフ本当好きだな。サンタがいるというね。あ、これもしかしてこの炎は真ん中のハンドルで消せるけど、消せない、消さない方がいいのか。あ、敵をそこで攻撃できますね。これ多分ね、あの消さないと進行しないんですよ。うん、まああの敵がある程度枯れるまででいいんじゃないですかね。多分ね、あのこれ消し始めると、ほら、あの上のスプリンクラー作動してるでしょ。これで火が全部消えるまで敵湧き続けるんですよ。ああ、なるほど。それはダメですね。なんか、キックで相手を火炎に放ることを頑張ってたりとか。そう、火炎に放れば楽っす。キックであの敵を火の方に押し込んでいって。うん、そうそう、超楽。そうそう、楽。もうそろそろ全部消えるかな。ハート欲しいなぁ。やべ、来たー、最悪ー。こいつ蹴り通用しねえから厄介なんだよ。大丈夫、当たらなければどうということはない。おいて、あ、死んだ。おいて、当たっちゃった。大丈夫、まだみんなライフあるから。なるほど、空中回避はできるけど、ジャンプした後では
空中ジャンプした後ではできない。二段ジャンプの直前ならできるんですよ。一段ジャンプして回転はできるんです。ああ、ただ、あとだ。よし、買いました。ポリス。そこにショットガンの影があるけど取れないの。取れないですね。向こう側から来る。あれ多分向こう側っすね。うん、なんでここから上行って。来たよ。メリケンサッカー来たよ。今他の人操作しようとしてた。そう、ちょっとこんからがるんですよね、たまに。よし、いいぞ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 。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。誰かは大丈夫？スマンタン。下のハンドルがまだ残ってるな。あれどうやっていくんだろう。これ死体をキックで集められるんだ。まあ一箇所に集めることはできますけど、ね、意味はないけど。当たり判定残ってるんで。やばい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 。これがハンドル回しますよ。あ、ナイス。でもその前に、よし、よし、やんだ。まあ下はいいが、敵は結構多いよ。荷物が、荷物が来てますよ。荷物が、やばい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 、俺死ぬ。あ、死んじゃう死んじゃう。ライフライフライフ、どっかにないから。あー死んじゃった。あー、ライフ奥にあったのに。まあお待ちください、そのうち出てくるでしょう。いいんじゃない。あそこの上か、ライフ。ちょっといただきましたよ。硬くなってきてるね、これ。うん。ああ、当たってしまう。今みんな柔らかくなってる。お、車突っ込んできた。またポリスが来ますよ。ポリスが来た。うん、ポリス硬い。前蹴りからの。確かに硬いやつは前蹴りだ。やつが来てます。ね、わあ、ジャンプするのかこれ。よし。これでルートは上かな、上ルートかな、うん、上ルートです。ショットガンもな、ショットガン。こっからこう上がっての、うおうお、上いるよ、上いるよ。来ますよ、来ますよ。あれ、なんか空高く飛んでいきましたね。ショットガンで吹っ飛んでいった。あ、これ下から打ち上げればずっとはめられるんだ。空中コンボが、空中攻撃もある。上に行き過ぎたみたいです。あ、こっちじゃねえか。うん、こっからもう降りちゃっていいんでしょ。外に出なきゃいけないんですか。ちょっと足並み揃えますか。待って、よし、行きましょう。じゃあ行きましょう。キックキック、よし、ようやく脱出かな。よし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 、うん、ようやく脱出できたかな。いやー、こういうわちゃわちゃ系のアクションやっぱ楽しいわ。うん、こういうのはあんまり複数人でやるっていうことがないから面白いですね。うん、そうですね。ただなんか敵と間違えちゃうんだよな、聞いてる。あ、やっぱね、キャラデザが似てるんですよね、敵と自分たち。まあ、統一感があるからね。うん、特にマクレーン的な人がやってくると重厚になっちゃう。マクレーンを撃とうと、やっぱり本能的に警察を撃とうとしている。あ、なるほど。マクレーンタンクトップだからむしろ分かりやすい部類って。敵っぽいんじゃない。サンタはめちゃくちゃ分かりやすいですね、味方って。分かりやすい。うん、分かりやすい。しかしこのフォントだ。気になります。やっぱ開発者的に気になりますね、これ。両国っぽいというか、字のね、このフォントやばいっすね、これね。大きさはいいんだけどな。うん、これ結構気に入ってるよ、このフォント。確かにちょっと癖になってくるね、だんだんね。うん、ハードボイルド。いやいや、それはないよ。ハードボイルド感はないよ。よし、あ、もしかして軍隊。あ、今度は軍の施設ですね。M1 ガーランド持ってる。あー、相手耐久力高いのかな、軍隊は。もう軍隊を相手取る。
マフィアたち。もう何のストーリーか分かんないよ。なんかね、あのゴーストタウンで暗躍してるからやっちゃいやしょって感じの。今飛んできたタイヤを避けようとしちゃった。あ、ゾンビいますよ。ゾンビ。初ゾンビ。おお、潰れた。来た。大量ゾンビ来ましたよ。あ、メイドゾンビいるじゃん。メイドゾンビ。メイドゾンビいますね。マジで。このライトは壊せるんですかね。このライト、そうですね。照らされて。なんだ。赤くなる。あれでしょ。これ多分ね、ゲノム兵のやつと一緒で、照らされると撃たれるやつですわ。じゃあ、こうすればいい。そう、隠れたから行かなきゃいけない。いた！あ、ラゴンさんがやられた！え、ゾンビ？いや、マシンガンにやられました。サーチライト。わー、この、地雷？これ、サーチライトに当たると、とんでもない量の弾食らうんで。了解。あ、その代わり、ゾンビもやっつけてくれるんですね。そうです。よし、じゃあ、ちょっと下にハートがあるから。これ、多分前作で壊滅した街かな、これ。ああ、そういう。そこでなんか、軍がなんかやらかしとる。メイドさん可愛いし、なんかすげえ胸揺れる。多いよ。メイドさんの持ってるもの的にはやられる気がしないけどね。でも多分、普通にマフィアの銃と同じぐらいは食らうんでしょ。まあ、威力はね、そうだ、畑希望ですけどね。桜井さんがゾンビを蹴り込んでくんだけど。はいね。なんで俺の通ってるトンネルにゾンビを蹴り込んでくんのか分かんないけど。やっぱスマッシュがうまいんですよ。スマッシュしてくる。うん、スマッシュしてくる。お、ブッチャーみたいな人が、どこ行くかゾンビが。うわぁ、このライトやばそうだな。この、ちょっとやばい。やばい、クラクラ。ライト来たら、ローリングするといいよ、L ボタンで。あ、そうか、ローリングで避けりゃいいんだ。うん。これ避けれんのか。あ死んだ？大丈夫。よかった。確かにローリングで避けるの効果的だな。うわぁ、今、吹っ飛びませんでした。地雷で。あ、いた、くそ、やっちまった。大爆発してるよ。あ、セントリーガンだ。ああ、撃たれた。これなんでこっち側に向けられてるんだ。俺、こっち側に撃っても仲間撃っちゃうことになるんだけど。多分敵が使ってたんでしょ。うん、固定放題だからしょうがないから。なるほど、使いたいな、これ。使いたいですよね。はい。ライフありますよ。ああ、確かにギリギリだったから。後ろから来てる。まあまあ。後ろ頼む。了解。いた。やっぱ軍隊数多いな。軍隊だからな。あとショットガン撃ってくる。うん。危ない。危ないよ、カジャゴ。チェーンソーをゲットしたヘッドショットが効きにくいですね、ヘルメットがあるから。あ、確かに。ヘッドショットは効きづらいですね。これショットガンのノックバックが。これ、エアコンの台はみんな落としちゃってよさそうだな。なんか、事故で当たるとね。当たるとね。危ねえ。危ない。ライフありました。あ、カジャグもう取ってるかも。ここにあったから。もう取ってるか。はい。結構食らったなぁ。ガチ攻略をするから、ね、一旦死んでもらってからの、みんなでハート取るっていうのが。あ、なるほど。後ろからめっちゃ来てるよ。ゾンビ。もうまあまあ。大量のゾンビ湧いてます。あ、俺死んだわ。マジか。ローリングしてる最中に死んだわ。やばい。大丈夫、カジャグさん。もう死にそうです、ね。ここで合流しましょう、全員。ちょっと長田さんを待ちますか。はい。行きましょう。おいっす。あら、消えた。ブクちゃん、危ないよ。ブクちゃん、ブクちゃん、ブクちゃん、助かったー。ん？どうしたの？後ろからゾンビが来てんだよ。じゃあ、援護しに。大丈夫か？オッケーです。よし。ボタンを間違えましたね。俺も。これ、このサーチライトどう回避すればいいんだ、これ。こうすればいいんです。なるほど。あ、中村さんやられた。うわ。あ、俺もやられた。うわ。一人でいるから結構。あ、俺もやられた。俺、桜井さんしかいない。やばい。全員死んだ。穴に落ちて死んだよ。うん、しょうがない。やべえ。これはあれかな、桜井さんが大量に体力をもらって。あ、ダメだ。ダメだこれ。復活した直後に殺される。しかも相手が
セントリーガンか、あれ。これはちょっと大丈夫。中村さん、なんとかチャレンジしてみてください。復活。これ無理だって、これ。いや、いけるいける。いけるいける。いけるいける。じゃあ次、ブクちゃん行ってくれ。俺も、ちょっと先進んでもらった方が良くないか。うん。2人でいける体力がないんだよね。永遠湧いてきとる。復活こっからになっちゃうのかな。いや、多分、進めば、合わせて復活できると思うんだけれども。うん、そうしよう。敵の構成が結構激しい。よし、復活しよう。ライフない。よし、復活できた。ライフがない。全員ギリギリ。全員ギリギリです。全員がギリギリ。あ、よかった。これで次全開してるはずです。なんか、私、いい水筒役になってますよね。水筒役。そうですね。桜井さんのおかげでなんとか生きてる。タンクとはまさにこのことだ。タンク。さすがサンタさんだ。桜井さん、まだそれ MG42 持ってるんですね。温存してたんです。よく、よく温存してました、ね。地雷があるよ、これ、足元。あいた！本当だ。でもいいんじゃないかな。そうですね。いくでしょう。うわ激しいな。そろそろゾンビが本格的に湧き出してきました。いやゾンビすごいね。うん、ゾンビラッシュ中だよ。これこのゲームのゾンビ銃撃ってくるんですよね。本当だ、うん、今まさに軍隊のゾンビが、そう、銃持ってるゾンビがたまにいるんですけどね、乱射してくるんですよ。しょうがないわ。おっと後ろチェーンソーでいくわ。チェーンソーで、ね、これ嫌いが降ってきてるの。そう、多分なんか投げてるデブゾンビがおるんですわ、これをずっと上の方で。うっとうしいわ。うっとうしいっすね。あら、撃てないな。あいつか、料理長みたいなやつが投げてるわ。なんかそいつ、そいつ料理長。いてて、いてて、で当たってる、気をつけて。やべ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 、燃える燃える燃える。その料理長はやる？やらなくていい？やった方が、もう降ってこなくなるんで。邪魔された。うわ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 。いや、難易度めっちゃ上がってるね。そうなんですよ。この辺から結構難しいと思います。とりあえず、デブはやっときましたよ。ナイスです。料理長、ブーマーみたいでしたね。なんか爆発してた。まさにブーマーをモデルにして。基本ブーマーでしょうね、あれ。ライフがまたブーマーでいいのか、あれ。まだ、まだいるな。まだ上の方にいるな。あ、解放射器。解放射器強いな。強いから温存しておこうか。すげえ湧いてきて、すっげえ湧いてきて。後ろいるよ。やばいやばいやばい。ああ、危ねえ。落とされて死ぬとこだった。あ、ハードだ。あー、落ちるとこだった。おっと、いける。落下ダメージ受けちゃった。高所から落ちること、ここは、ね、危ない。高所から落ちたときに、前転が残ってればいいんですね。え、前転すると回避できます？多分落下ギリギリのところで空中前転できる。なるほど、なるほど。なんか狙ってる。テクイっすね。お危ない。受け身が取れるんだな、落下ギリギリで。そういうことやね。片手マスターだ。よーし、いくぞ。開放射器リロードないからすげえやりやすいな。燃料入ってる。そうですね。落ちちゃう、落ちちゃう。これゾンビ無限湧きかな。積んだ方がいいってこと？なんか暗闇からどんどん湧き出してくるから。本当だ。多分ある程度倒してガンガン積んだ方がいいし。了解。でもじゃないと弾もライフも持ち味ね。やばいやばい、死ぬ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 。あれ、しまった。うおうわうぅ、死んでしまう、死んでしまう。いやあ、やめた。ライフ目前にして最後に一口食べたかった。ライフいただきます。おお、何やあいつ。ミイラみたいなやつすごい動きしてる。ミイラみたいなやつなんか特殊な攻撃してくる。もう元パルクールの選手かな。
この時代、この時代ないと思いますよ。耐えてるやつ、ここで耐えてるやつがいる。うわあ、パルクールしてる、パルクールしてる。思ったけど。今一人で生き延びてましたね、必死で。うん、頑張ってた。ゾンビ相手に、まさか後ろから俺らに襲われるとは思ってなかったに違いない。他のプレイヤーを待ってます。あ、ここからエレベーター乗っていくの。ここか。ああ、本当だ。おお、乗らねえじゃん。エレベーターって。エレベーターってこういうこと。ああ、ああ、ああ、インディージョーンズだ。インディージョーンズだ。逃げろー。クラウンし。クラウンかい。あれまた来てる。ああ、逃げろー。これなんだ、ローリング使わないとダメだ。ローリング使って転がっていかないとダメなんですかね。桜井さん以外死にました。またか。大丈夫。なんで桜井さん逆に無事なの。なんで死ぬの。なんで死ぬの。あ、これはロケットランチャー。お、RPG。 RPG、どこにあったんですか。今使うのはもったいないから。あ、そこスイッチじゃない、それ。じゃあ、爆発スイッチ。あれ導火線火ついてる。導火線だ。あ、これ、もしかして、導火線より先に行かなきゃいけないパターンじゃん。え、そんなことないの。あ、本当だ。導火線が、なんかどっかに繋がってる、これ。この先の火が吹っ飛ばすみたい。そうで耐えるのかな。耐えればいいのかな。そうですね。ホードモードですね、多分これ。あ、解放射器。おお、 RPG。 RPG いいね。RPG 弾何発あるんですか。なんか割とあるよ。へえー、あ、本当だ、9発ある。結構この辺ナイフあるから、うん、みんな温存した方がいいっすね、多分。結構取っちゃった。結構取っちゃった。そう、弾がなくなっちゃった。やばいやばい。チェーンソーで戦うかも、これは。チェーンソーならまあ接近無敵だから。うん、これも結構食らっちゃったから取ろう。そろそろ爆破する？まだ。爆発遠いか。今この マクレーンのあたりに来ると。爆発対象じゃないの？ここ登ってきたら。明日にもライブあるよ。桜井さん取ってもいいかもしれない。うん、あのまだ大丈夫です。冷静だわ。とりあえずあのみんなの水筒になれるかもしれないんで。危ない時に取れたんですか。あとちょっとか。マクレーン、まだか。マクレーン、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 まだ線長いっすね。ブクレーンや、まだ線、ブクレーン、ブクレーン線見てるけどまだまだある。このフォード耐えるの結構きついぞ。あのゾンビ、そうか。あのゾンビって自分の足かせみたいなものを投げるよ。あれを投げて飛んできて砲丸投げしてるんですよ。何マジかよ。タオパイパイ理論みたいな。あ、僕ね、危ない。でかいの来た、でかいの来た。でかいの来たよ。おお、やべ、タンクだ。倒しがいがありそうだ。お、いた。もう石投げてる。タンクだ。まさにタンク。クルスドア。いや、石投げてくる。2体いるぞ。クルスドア。やばい。ククルスドア2体。うわ、もう1体。ドアンザクが3体目。3体目やばい。大丈夫。これあの多分これ爆発が来て終わるパターンです。このために RPG か。このための RPG じゃないですよ。なるほど。じゃあ本当はここで使うはずだったのか。はい、うん。RPG。あ、いたてで、いたてで。RPG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 。あ、死んじゃった。RPGでも死なないね。ファイアインダホー。よしよしよし、もうすぐじゃないですか、もうすぐじゃないですか。もうすぐ。やった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 。いやー、熱かった。結構いいんじゃない。ゲームオーバーになってないもん、ここまで。どうも LR で武器選択するの難しいな。そうですよね。パッドだと LR ですか。そうです。 LR サイクメニューだからどうしても手が離れちゃう。うまく。ああ、なるほど。で、あの Y でトグルでできるんだけど武器種が多すぎて。うんうん、そうなんですよね。肝心な時にバストになっちゃう。
肝心な時にバットが出てきて何も戦えないことありますよね。聞いてるか、ガンズゴアカノーニの制作者。UI についてUI について改善点を教えてくれる。ゲームだろ。最高の UI。全米が号泣。全米が号泣。最近もう聞かないですよね、全米が泣いたっていうキャッチコピー。そうですね。さすがに陳腐化したからな。まあ、ある意味逆的に使うのはあるかもしれないですけど、ね。そうですね。あえてのみたいな。日本よ、これが映画だみたいな。あったなあれね、でもなんか、最初はどうかと思ったけど、流行りましたよね。あの、キャッチコピーは。流行ったんなら勝ちでしょう。うん、まあ、キャッチとして正解だったんでしょうな。そういうことだよね。うん。まあ、あんまり俺は立場的に否定的に言えないんだけど。そりゃそうだ。ああ、取っちゃった。湧いてる湧いてる、乱射ゾンビどもが湧いてる。もう、うわ、来た来たよ。あ、なんかもうこういうゲーム性になってくるとサブマシンガンじゃ弱く感じるよね、うん、弱いっすよね。まあ威力が足りないね。うん、まだ RPG 残ってたかな。残ってる、はい、RPG で。私も残ってます。一発だけ。倒した。倒した。ナイス。あれ一発じゃないのか。4発 ?3 発残ってる。上か。上だな。上ですか。よし、行こう。よし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 。あ、RPG だ。やったー。これ多分すげえ敵が来るフラグじゃないですか。確かに。うん。不穏な空気だ。あー、タンクだ、タンク来た。相手。うお。2体いる。痛い、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 痛い。やばい、やばい、やばい。ロケラン。痛い、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い。とっさにロケラン選ぶの難しい。マジ強い、マジ強い。めっちゃ桜井さんが送ってられてる。大丈夫。はい、倒した。おナイス。素晴らしい。なんかジャンプしながらバズーカ打つのどう考えてもガンダムですね。相手がね、着地直前にバズ、バズ置くんですよ。置きバズをするんだ。置きバズをする。わ、相手。着地取られた。ガンダムバーサーかよ。ガンダムバズ、置きバズ、置きバズは基本戦闘だね。カルクール。よしよしよし。あ、地雷ありますよ。地雷あるよ。地雷ってさ、撃ったら壊れないの？壊れない。どうやって？あー、来た。だけど意外と判定が小さっぽいな。むしろあの位置の地雷はゾンビを防いでくる。RPG。いって、範囲でけぇ。あー、やられた。戦車投げぐらい範囲でけぇ。今なんか爆発にやられたな、俺。地雷にやられたな。16ポイント取ると。うわぁ、鉄球マンが来た。よし。今どこに向かってんだろう。あ、セーブポイントだ。セーブポイントって何です？あのチェックポイントがあるんですよ、信号機みたいなやつ。やり直す。あ、いた。そこに到達するとセーブポイントになるんですよね。了解。やられ申した、やられ申した、やられ申した。じゃあ今のうちにどうぞ復活を。 OK、 ライフだ。ウクレーンも死にそうだな。え、でも回復取った。お、ナイス。そっか、解放射器がまだあるな。ショットガンが弾のリロードが遅いから結構。うわ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 、X ボタンでリロードできますね。うん、よし、角度が。おああ、
だったのか。すげえいっぱいいるよシェフが。わあなんだこれ。ドンキーコングみたいな感じになってるけど。うん。なってます。おおやべタンクだ。タンクだタンクだ。了解。きたね花火だ。あライフライフライフある。外した。今こそ火炎放射器。RPG ある RPG。RPG。あんま効いてないような気がするな。あ、燃えた燃えた。硬い、ほんと硬いな、こいつ。よし。よっしゃ。よしよしよし、いいぞ。あ、またタンクだ。いった。すごいな。このエリア熟成されてもう特殊感染者だらけになるんです。よし。よし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 。対処も慣れたもんね。よし。なんか皆さん微妙に口数が少なくなってませんか。集中してますね。あのこの辺になってくると敵結構激しい余裕が。あーあーほらやれた。長野さん同時に殺された。大丈夫？復活します。ちょっといただきますね桜井さんの水筒。どうぞ。でもライフあるから。ライフある、ライフある。うん。でも、ちょっと温存しとく。ちょっと温存しとく。なんか、ライフ取ったとき、ベネットの声でポンって言いません？ベネット？ベネットって。ベネットの声するんだけど。ベネットの声するあれ。うん。ポンって言う。ポンって言う？そう。10万ドルポンとくれたぜの、ね。ポンって言う。そう。機械の方。そう。地下道にみんな行ってます？地下道ですね。地下道に行きましょう。あ、上、タンク湧きました。上、タンク来た。上かやばいやばいやばい。来ると危険だから一旦あーやばい。こっちあーそっち向かっちゃった。こっち入ってきた。チェーンソー食らいやがれ。RPG。RPG が飛んでた。石投げがチートすぎる。ね。後ろからも来てる。うん。倒した。もうライフ半分持ってかれたわ。これちょっと上湧きすぎだな。下どんどん行きましょう。そうですね。うん。あ、味方だと思ったらゾンビだった。あ、また TNT だ。あ、押しました、それ。押したんですね、これ。上から敵が降ってくる。なんか、ホーム下にものすごいたくさんのミイラがいるから気をつけて。いい、出て出て出て。そう。軍人の慣れの果てが、銃乱射してくる。ここはチェーンソーで。あ、バットになっちゃった。あそこの軍人。最後の一発だから打ち込んでやろうかな、もう。いいんじゃないですか。なんかね、いい。これで殲滅したから。うん、殲滅したの。もういいかな。武器。降りるの。意外と武器が充実してる。あ、よし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 。よーし。本当に？なんかコメントでもベネットのポンっていう風に聞こえるな、確かにって言ってる人いるんだけど。でしょ？ブクちゃん特有の病気じゃなかったんだ、これ。なんだ、そんな風に見てたのか、俺のことは。それ吹き替え版の話でしょ？うん。あれ？なんかいつの間にかモーゼルピストル手に入れてます。ああ、入れてますね。さっきそこにあったみたい。本当だ。あ、これモーゼルピストル。本当だ。どうも。モーゼルピストルってなんだ？普通のピストルと何が違うんだろう。多分マグナム的な。一発の威力が高いけど。一発の威力が高いわ。連射できないってやつや。うん。今だ。モーゼル。あ、やばい。久々のタック、ね、久々のタックルマン。タックルマン来ましたね。こいつゾンビの最中でよく肉弾戦に行くの。危ないやつだ。帰っていければいいんだ、ね。いや、下マフィアだけなのかな。どうやら。ああ、隠れてんだこいつら。ああ、そうか。ここに。なんか RPG が飛んでったぞ今。ああ。ゾンビが来た。おお。同じ人間同士協力すりゃいいのに。全く。なんで襲ってくるのこいつは。戦うことをやめられないのか。本当に人類は愚かですね。ああ、ライフにまたどり着かなかった。お、亡くなられました。ライフ。ああ、そこか。大丈夫だ。桜井さんで生き返る。オッケー。ドラゴンボールス。ドラゴンボールス。さてこれ。あれ、ここどうやって行くんだこれ、ね。向こう側。この上の方でもないみたいだし。通れねえなこれ。ちょっと戻ってみるか。私上から、うん、上からかな。壊せるっぽい。壊せんの？壊せる、うん、マジか。
一旦持ち通って。あー、それマーク、マーク出てるね、本当だ。あー、なるほど。さすがブクレーン。ブクレーン、気がついてます。伊達に高層ビルでテロリスト全滅させてね。うわ、来た。よし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 。何気にダイハードって、当時のハリウッド映画で初めてムキムキマッチョメンじゃなくて冴えないおっさんが主人公になった映画なんだよ。そう、初めてですか。多分ダイハードが走りなんですよ、うん、なるほど。それ以前はもうムキムキマッチョメンのいかにもヒーローって感じのやつしか主役派でなかったんですけど、ウィル・スミスももともとモデルさんなんですよね。うん、なるほど。ウィル・スミスじゃねえ、ブルース・ウィルスだそうだね、ウィル・スミスは黒人の方だね。今俺の頭の中でウィル・スミス出てきたっけって俺も言いながら、あれダイハードに、ダイハードにいたっけな、ウィル・スミス。もしかしてあのマクレーンとちょっと仲のいい黒人警官ってウィル・スミスだった？ちょっと あれはサミュエル・エル・ジャクソンだよな。巻き込まれた人はサミュエルだから。サミュエルです。降りていいのか。宝珠さんでよかったんだよ。あ、下に何かあるから。あ、出てきましたよ、ナチコーどもが。ナチコー、ほら今ナチコーでしたよ、これ。ナチコーとマフィアがなんで一緒にいるの。あ、これ、あ、ほんとだ。ちょっとなんか、ちょっと政治的な敵が。まあ、当時の敵国なんですけどね。それでモデルコストがあった。これってあれ、アメリカじゃねえのこれ。もしかしたらもうすでにドイツなのかもしれないけど。いつの間に、いつの間に俺らドイツまで来たんだ。マフィアなんだよ。なんでドイツまで来ちゃってんの、マフィアが。なんでナチコがいるんだ。でも相手がナチとも限らないか。いたいた、誰だ、俺の血統サッカー打ってきてんの。おお、これ仲良く歩いてるの、なんでだこいつら。やべ、大丈夫、突撃くんが来ちゃうよ。本当だ。はい、あ、ピザ食ってる。ピザ落として。これ落としてね。わ、本当だ。SS みたいなのがいる。どうっすよね。なんか、すげえ将校いっぱいいるんだ。痛い痛い痛い、死んだわ。壁はめされた。壁はめ。あ、来た。MP40 ありましたよ。下の方に。なるほど。こいつは、モデルは貫通弾。複数の敵に対して有効みたい。やったところ、なんです、この導火線は。ドーンドーン、気持ちいい。上やばい、ここで誰かが戦ってるみたいですけど。うわ、やばい、助けなくていい、助けた方がいい。あれ、ブクレーン何やってるのそれ、上の方で。ブクレーンね、上でね、敵が次囲まれてるじゃん。ブクレーン囲まれてるやん。ちょっとか、お、銃剣使ってますね、相手が。これ武器種は増えたのはいいんだけど、MP40 とトンプソンの違いが分かんないんだが。絵が違うだけだと思います。発射速度とかちょっと違うかもしれない、もしかしたら。あ、確かに MP40 の方が速いと思う。それ銃剣、うわ、いっぱいいんじゃん。いっぱいいる、めちゃめちゃいいんじゃんかよ。こういう時には火炎放射器で。俺も黙れナチコ、いやっ、かわいそう。うわ、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、ちょ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 。これ多分あれですね。ここからヘルシングみたいな話になっていくんだと思う。うわ、しまった。違い。相手が RPG 使ってますね。 RPG 打ち込まれました。ここの覗き穴から打った方がいい。大丈夫、俺死んじゃうかもしれない。狙撃手、あー、狙撃手がいるんだよ。うん、もうちょっと待ってください。やっつけるか。はい、やっつけたかな。まだか。やっつけたみたい。あれ、まだ一人いるな。
みんなの命を吸って生き返った。あのギリギリだけど桜井さんやっぱり結構残ってくれてるから助かる。あいついる、あいついる。あーなんかあいつがいる。RPG くらい。いや RPG を耐えた。RPG 耐えるんだなこいつ。意外とそのロケットランチャーの威力が大したことないです。うん、そうですね、思ったより威力高くないです。あいって、もうちょい一撃必殺みたいな。やられた、やられた。くたばれナチコード。あー誰か死んでます。あ、よし、今復活しました。じゃあ暗いすぎた。ちょっと先にライフがあるから。うん、本当だ。TNT でここにライフがあるよ。ん？あ、これフォードタイムかな。フォードタイムか。ブクレーンそこ危ないよ。くたばれナチコードは。あ。痛い。やっぱこれ一人でどうにかなる戦力差じゃねえな。入って、行って、行って、行って。でも一人なら柔らかいんでしょ、それなりに。俺もうライフポイントないのに生きてるんですけど。本当だ。むしろ最後の一発みたいなこと。指先一つでなんとやられる。あれもと空なのに。ちょっと待ってよ、今ブクちゃんにとどめ刺されたんだから。え、嘘。ブクちゃん上の樽落としたやつに俺を引かれて死んだ。なるほど。俺じゃないぞ、それ敵だぞ、上の。本当？うん、上の樽打ってなかった今ブクレ。いやいや違う違う、あの別のところにいる。いやもうね、こうやってね、仲間の間に亀裂が走るよこれ。不信感が。戦うじゃないよ。不信感が走るよ。ゾンビ映画特有のいがみ合い始まるよ。疑心暗鬼が、うん、俺だね。あいつ俺を見捨てようとしやがった。ずっと恨むやつね、うん、食い虫が一人減ったぜ。ゾンビも出てきたら、あの上の樽落としてゾンビを全滅させよう。とりあえずゾンビと仲たがいさせてりゃいいんじゃないですかね。確かに。やつが来た。あ、これなんでナチとマフィア敵対関係になってねえんだ。協定を結んだ。まさか。さっき警察とは敵対関係だったのに。つまりそういうことなんだよ。つまりそういうことなのか。蹴り込んでるわ。ブグレーンが。蹴り込みます。裸足で。あれ？あ、よし。行けた。お？なんだこれ。ムービー？あ、潜水艦じゃん。U ボート？違うね。ドイツの潜水艦ですね。そうですね。お？あ、主人公が。そんな堂々と。ゾンビ毒の樽。あ、ゾンビにしてるんだ。だから敵対してないのか。ね、うん。取引してたんだな。さては。なるほど。やっぱナチコードもゾンビアーミー作って世界を支配しようとするから。そういうことや。うん、なんてやつ。ここまだドイツじゃなかったんだやっぱ。来てたのね。うん。あれ、ボス戦？え、ボス戦これ？そうかも。これは結構きつい戦いになりそうですね、数的に。
あの奥にあるでっかい骨何の骨ですか。本当だ。どんな生物の骨あれ。そのうちボスで出てくるんじゃないですか。うん、なんかね。あ、いる。悪いやつ。悪いやつ。さっきの将校みたいなやつ。あ、でもその将校は雑魚としていっぱい出てくるんでは。今までガスマスクの将校。うん、ガスマスクならあがボスだよな、あれ。さっきの将校はガスマスクじゃなかった。あー、これこのドラム缶は遮蔽できるドラム缶ではないのか。あ、当たり判定があるやつとないやつがある。はい、ライフあるよ。よし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 、じゃあライフ取っちゃおう。あれ、これ敵全滅させたんじゃない。なんかしたよ。魚雷硬い硬い、めちゃめちゃ、これ RPG いっぱいあったの、これが理由か。RPG だ。RPG、皆さん RPG で。了解。まず砲台破壊戦闘、これ。砲台だね。硬すぎる。破壊できるのこれ。ライフあります。ライフがあるんですけど、めちゃめちゃ硬いね、これ。硬いね。全然減らないんだけど。めちゃめちゃ硬い。ああ、やられた。ああ、焼かれる。これ中に乗ってる、乗ってる人間だけ潰せねえかな、これ。危ないよ、それ。やばい、こんなの。わわ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 わ。ミサイル、ミサイル、ミサイル。あ、死んじゃったのか。わわわわ。まさかこんなところでナチの潜水艦と戦うことになる。始まります。このマフィアは何、世界救おうとしてんの。いや、単純になんか気に入らないことに対してまっすぐなだけなんですけどね、彼は。いや、これ無理だろ、ま、このボス。これきついな、これ。頑張れ。いくらなんでもちょっとライフも持っていきすぎた。頑張れ。あれでもなかった。焼け死んだ。これも復活できないんじゃねえかな。あー、やばい、ジャンプしちゃった。うわー、くそ、悔しい。でもチェックポイントが直前にあったんで、うん、なんだろう、ボスから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 、そう、ボスからなんだけど、これ攻略法が分かんないですね、マジで。ってことでしょ。マジで機銃潰さなきゃいけないのかな。うん、とにかくヒットする場所はみんな、うん、ヒットポイントがあるんだから、いつかは倒せる。そうですね。じゃあ集中して、まずはこの手前の砲台潰しましょうか、うん、全員で。さっきあれだからね、体力半分まではいけてたから。うん。まあでもいい感じよ、いい感じ、いい感じ。いい感じですね。じゃあまたこっちの手前側を。そう、手前側を潰しましょう。サーチライトに照らされると、ちょっと下に隠れなきゃいけないね、これ。そうですね。やーち！さあ。それは PG からくぐって。あいてててててて。ミサイルが、ミサイルがきつい。あのミサイル見えにくいですね。見えにくいですね。もうちょい、もうちょい。もうちょいですね。いった。よし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 、一個潰した。いいし。しかし俺のライフはもうギリギリだ。あ、これ火炎放射だけで焼くの結構有効かもしれないです。うん。見にくい。がっつり減ってくる。あいち。しかし味方の火炎放射器なのか、敵の火炎放射器なのかがよくわかんないな。うん、味方と自分の攻撃が。よーし、いいぞ。隠れて、隠れて、下隠れて。あとは上の機銃のやつだけですね。うん。MP40 の弾はたっぷりや。そろそろハート拾おうかな。どうだ、当たってっか。チェーンソーが全く仕事をしないんだけど。うわー、そうでしょうね。このシチュエーションじゃ役に立たんでしょうね。すれ違い際に切り込むしかない。当てられます？わかんない。あ、やだやだ。あれ、もうすぐ入れてね。あとちょっと、あとちょっと。
よし、パーン、よっしゃー、やった、うふー、うー、ザバビロー勝利、どういうゲームだよ。いや、なんかマフィアに捕まって脱出したら警官に追われて、そしたら軍隊の施設にたどり着いてゾンビに襲われて、でナチコと戦ってます。全部の戦や。B 級映画の欲張りセット。ちょうどあれだから残り時間的に微妙だからここで見て終わりかな。うん、なるほど。そうですね。なんか次多分行くと長いよね。どうやらこれから B17 でヨーロッパに飛ぶみたいです。ヨーロッパ。だからさ、もうマフィアの仕事じゃないじゃん。ほらほら、よしやろうって、ほら。いや、ヨーロッパに飛ぶみたい。どう考えても正規の軍隊でしょ、これ。いや、もうそうですよ。フランス。戦ってるじゃん。そうだ、なおさん、ノルマンディ上陸作戦ですわ。なるほど。なんで混じるんだよ。ノルマンディ上陸作戦やってるよ。いや、マジルス。おいおい、冗談だろ。プライベートライアン始まっちゃう。連合軍プライベートライアン始まってね。これちょうど今下でプライベートライアンを。上陸戦だったんだからさ、こんな気がするんだよ。これこういう展開になるんだったらイメージで損してません。マフィアのもんだっていう。確かに。いやでも誰も予想できないでしょ。いや、あの本当帽子を抑えてる。帽子を抑えてる。イーサンハンドよりすごいよ。来た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 。もうちょっと陸地に上がれよ。なんで一緒に乗り込むんだよ。こいつ誰だ。ちょっとこれめちゃめちゃこれから面白くなりそうなんだけど。気になるけど、カヤちゃん、これはノルマンディ上陸作戦で。ノルマンディ上陸作戦。行け行け、ゴーゴーゴー。待って、これ。みんなで乗ら。たどり着け。大丈夫だ、俺は裸足だから。金網を破るんだ。行くぞ、ライアンを助けるぞ、ライアン助けるぞ。ナチコども。すごい敵だな。おい、MG4 はどっちだっけ。味方の兵士がいるのか。そう、味方、アメリカ軍と一緒に戦ってます。アメリカ軍は俺らのことが何者か分かってないけど。確かに。誰これ民間人は誰だ。誰だこいつら。ほら、すげえヒロイックな BGM 流れで。もうやりたいことやってるなって感じ。やりたいことです。ああどうしよう、すごく楽しい。ああ死んじゃった。すごく楽しいけど終わらないとさ。すごく楽しいけど終わらない。どうします？どうします？霧のいいところでこのステージクリアしたらやめときますか。もういや、このステージクリア、ね、間に合うかな。間に合わねえか。このステージは長いよ。ダメだよさすがに。じゃあここで引き上げますか。惜しいけどここで、ね、ここでやめときますか。やめときましょう。はい、ノルマンディ上陸作戦。まさかこんな展開になるとは、ゲーム終了しとこう。あ、この砲台壊せる。あ、でダメージ受けちゃった。高橋さんまだやります？いや、あ、抜けていい系ですか。なるほど。じゃあゲーム終了するか。はい。これなんか続きやりてえな、これ。続きやりてえな。こうやって続きからとかできんの？できると思いますよ。ステージ選択でいけるんだよね、確か。いけると思います。前回の続き。多分小立てになってるから、小の初めぐらいからはできる。ノルマンディ編からやればいいですよね。ちょうどノルマンディからやればいいんですね。なるほど。どうしよう、今度世界救っちゃいますか。勝利に導いちゃいますか。でもここまでやってこのゲームのタイトルを言える人が見てる人の半分以下なんじゃないかな。このゲームは何、イコールにならないタイトルも珍しいですよね、ここまで。ガンズゴアカノーリ2、名前だけでも覚えていってください。難しい名前ですよね。ガンズ・ゴア・カロー2。1も面白いんだけど、2さらにスケールアップしててびっくりしたわ。
ちょっとこれは。いや、3はどうなるかな。これは続き、期待だな。あれ、コメントの皆さん、まだ気がついてない人います？これ、スマブラじゃないんですよ。いや、これをスマブラと思って見てたやつはいないだろう。出てこないスマブラにあんなの。頭砕けたりするゲームが対象にはならないですよ。さすがにここまでの展開でスマブラにあんなセンシティブなやつ出ないでしょ。スマブラにマフィアとナチコーは出てこない絶対。もう断言できる、絶対いないと。さすがにね。うん。いやー楽しかった。あ、面白いですね。あっという間でしたね。もうあと30分くらいで23時になっちゃいますね。うん。リーブの解説まであと1時間ですからね。今のがリーブの解説じゃないですからね。画面のどこにもいなかった。どこにもリーブいなかったね。うん。いやこれはなかなかいいゲームだな本当に。俺まあそこまで進めたの初めてだけど。うん、自分も買った記憶はあるんだけれども、うん、最初の方だけ触りだけやって、うん、あと触ってなかったのかな、うんうんうん、全然覚えてなかったです。つうかびっくりしますよね。なんか桜井さんにこれ持ってますかって聞いたら多分買ってますって大体なんかあった気がしますっていう返事が来るからなんでっていう。確かね、ガンズゴアカノーリ1を買ったんですよ。ああ、なるほど、うん、そしたらその直後に2が販売されたっていう。ああなるほど、なるほど、ありがちな。一応買っとこうみたいな。はい、まあ、大概研究で買ってんすね、桜井さん。すげえな、やっぱ。大概ってことはないですけどね。うん、でも、まあまあ、ほいほい買いますよ。ほいほい買ってるなぁ。だって、何がスマブラに参戦させてくださいって言われるかわかんないじゃないですか。まあ、言われて知ってるよりね、言われてから勉強するよりね。あ、なるほど、あれですかっていう。この前の、今参戦している人も、はい、うん、ゲームの元ゲームをやっていなかったらとても間に合わなかっただろうなっていう、うん、あ、はいはいはい、はい、マジっすか。それはそうですよね。でもそうですよね、はい、マイクラのスクショがすごくて笑っちゃったんです。あれですか、なんか、まあ、だいたい何でもそこそこにうまくやるっていう。いや、そこそこじゃないですよ。なんか、桜井さんの几帳面さみたいなのがすごくわかるというか、うん、あのスクショで。あの死ぬほどチェスト並んでたやつか。そう。で、まあ、ちゃんと何が入ってるかも、なんか、無事に入れて。あれはそうするでしょう。そうせざるを得ないですよ。やったらわかると思う。皆さん、マインクラフトってやってます？俺はちょっとだけ触ったことあるんです。ああ、そうですか。僕はもう全然世代じゃないんで触れなかったですね、マイクラは。でも中村さんほら、ドラクエビルダーズで、うん、ビルダーズで初めて、そう、サンドボックスを遊んで、うん、ああ、みんながマイクラ面白いって言ってたのはこういう感覚なんだって初めて知ったんですよ。そんな感じ、はい、うん、うん、実は微妙に違いますけどね。まあ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 、でもこうサンドボックスの楽しさっていうのはなんかそこで知った感じでしたね。それまではやっぱりこれ何が楽しいんだろうと思ってて、見てるだけだと。自分はマインクラフトは比較的早めにやっていたんですけど、うんうん、最近はもう例えば竹でできる足場とかが作られていて、うんうん、建築もまあまあ便利になりましたね、うんうん、いつも超絶でやってるのはクラフトモードっていう、空を飛べたりとか素材使いたい放題なんですけど、はいはいはい、自分は普通のサバイバルモードでやることをしていて、うん、生き残りしながら街作る。でもなんかこうマイクラみたいなご自由にどうぞっていうサンドボックス型のゲームってなんかビジョンがないとやっぱ作れないんですよね。最終的にこういうものを完成させたいみたいな。ああ、そんなことないですよ意外と。でもあれですよね、サバイバルモードってラスボスがいるじゃないですか。うん、エンダードラゴン。敵倒すと勝ちとかあるんだあのゲーム。あるある、エンディングある、あるよ、ストーリーあんのよ。そうなんだ、うん、なんか魔界みたいなとこ行くのよ。うん、あ、それは知ってるわ。なんかネザーでしたっけ。ネザー、ネザー、うん、あ、ネザーというかエンドですね。ネザーとエンドはちょっと違っていて、ね、マジかよ。ネザーは裏世界みたいなもんで、エンドは別の世界っていうか、うん、ネザーに行って手に入れた素材で遺跡に行って、その遺跡からエンドに行けるようになるっていう、うん、そこまでは遊ばなかったな。
私が出していた、マインクラフトの絵に、うん、なんかマップみたいなやつがあったのってわかりますかね。まあ、はいはい、なければ後で見てほしいんですけど、はい、あれがエンドのマップなんですね。そうなんだ。画面の左端の方に小さく出てるのがエンダードラゴンが出てるところで、あとは飛びまくって埋めたっていう相当に広いところなんですけど、うん、なんかね、俺と中村さんだとあのドラクエビルダーズみたいにあの動線があった方が遊びやすかったんですよね、やっぱ。そうでしょうね。クラフトに関して分かるけど、これここに配置してみたいな、そうすると世界が救われますみたいな感じのやつ。うん、マインクラフトは俺豆腐ハウスしか作れなかったんですよ。豆腐ハウスって言葉は分かっててどういうことなのかって豆腐ハウスしか作れなくて、あ、これはちょっとセンスがいるなって思ったんですよね。なるほど。なんか理想の建物を作るのに、実はあのドット絵なんかもそうなんですけど、うん、奇数ドットで並べるとちょっとうまくいきますよ。奇数ドット、確かに。つまり中心にドアを置けたりとか、床を作るにしても、うん、6ドットとか8ドットではなくて5ドットとか7ドットで作るんですね。あ、正中線を作ると、まあ例えばあのドット絵で言うと 16×16 ドットってあるじゃないですか、うん、範囲が、うん、実は 16×16 で丸を描くって、うん、ちょっといびつになっちゃって 15×15 ドットが綺麗にいくんですよ。すげえ、すげえ、イニシエのゲームクリエイターの言葉だ。そうです、マグとかね。すげえ、ドットで作ってた世代の、うん、奇数ドットか。それで、例えば建築をするときにもやっぱり同じように基礎を作るんですけど、うん、その柱と柱の間を7ドット幅にしておこうっていうふうにしたりすると、まずまず7ドット幅にしておこう。やっぱビジョンだな。完成形がまず浮かんでる状態で設計していってるんじゃないですか、それって。ああ、実はそんなことはないですけど。本当に、じゃあ割とだいぶ作りながら考えていくんですか。そうですね。なんか意外とはい、偶数で作っちゃった時ってドアが真ん中に置けないから、あの両開きのドアを2枚つけて動かしたりとか。ああ、なんかそれやった覚えある。なんか、わしゃなばでもマインクラフトやってみたらいいんじゃないですか。なんかね、案は出たんですけどね。案は出てるんですけど、でもレクチャーをね、桜井さんレクチャー役やってくれます、マインクラフトやります。いや、まあ、それでよければマインクラフトが参戦とか言われないですもん。もうしてるから、桜井さんがレクチャー役やってくれるんだったら俺らはマインクラフトの世界でマルチプレイ飛び込みたいと思ってるんですけど。確かにね。だけど時間がかかりすぎるかな、うん、あれどんくらいかかるんだろうな。なんかいや、めちゃめちゃ何十時間の世界だと思うんですよね。そうですね。だから序盤で切りのいいところって全然触りにもいかないような。なんか これ作るみたいなさ、うん、じゃあ俺らこれ作るの目標にしようみたいなやつ決めて、お題を決めた方がいいかもね。その番組用、うん、配信用お題みたいなね。うん、あ、そうですね。わしゃガチャ作る、わしゃガチャ。いらねえよ。ああ、そういうこと言うんすか。超巨大わしゃガチャハウス作る。それはそれで良いかもしれないけど、でもあれほとんど形豆腐だからな。クリエイティブモードにすると、多分それを使うと、うん、羊が必要なんですね、羊の毛。ああ、白い羊が必要、うん。羊をたくさん狩るために、その羊を養殖するためにいろいろ作る必要がある。うん、そうですね、そういう手順が。なるほど。その手順が必要なんだ。こともできるけど、いろいろなこともできる、うん。ちょっと個人的に心配なのが、やっぱりその地下に潜ったりとか、狭い室内で活動したりすることが多いんで、ちょっと 3D 酔いが、うん。ああ、俺のことかな。どうやら、そうですね、どうやら中村さんのことです。あの目がねかければいいんでしょ。そう、あの目がねかければ。あの目がね。言わないかもしれない。果たしてレビューも兼ねて。ね、あの前回の放送の後、桜井さんからアドバイスがあったんですよね。あの酔い止め薬が効くみたいな話。あ、普通にね。うん。でも酔い止めって眠くならない？いやー、俺飲んだことないからわかんないです。酔い止めは車に乗るときとかに飲む人も多いから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫じゃないのかな。だから酔い止め飲んだ上で、手だね。うん。うん。
ちょっと試してみましょうよ、今度。あの、ダサメガネかけた上で酔い止め飲んで。まあまあまあ。マイクロフトをやろうとすると、もう一つ気になるところがあって、うん、素材ばっかり撮ってる絵になる可能性がある。あ, あ, あ、そこなんですよね、マイクラって。うん、じゃみんなで、あの、俺も手伝うんで、分担して、あの、カメラの人は、あの、冒険とかに出かけてもらって、うん、待機組は、あの、何か、農作業だったりとか。仕事じゃん。業務内容じゃん。そう。でも本当にそうしないと、うん、あの、うん、食料の確保とかをしないといけないから。間に合わねえんだ、そうしないと。ごめん、それを配信でやる場合で何時間計画ですか、今。何時間の配信の計画です、それ。日曜日のお昼から始まるやつです、それ。そうですね。そうですね。そうですね、かい。なんなら編集をするとか、宿題にするとか。宿題あれですよね。あの、良い子の。まあ、やってましたね。良い子さんは宿題にしてましたよね。あれ面白かったけどな。うん、あれすごく面白かったね。破壊神と創造神。創造神。あれだ、確かに、二人でやってるの考えたら、俺ら、四人いるわけですから、結構。なんだろう、破壊、破壊、破壊、創造ぐらいじゃない。四、うん、人いたら、まあ、良い子さんよりは苦労しないんじゃないですか。まあ、良い子さんの倍の作業効率だからね。うん。言ったら、ね。なるほど。うん。しかも、一人、あの、創造神、マジの創造神いるし。あとは、あれなんだって、あの、マイクラサーバーを自分がサーバー作っちゃえば、その、うん、いっぱいお客さんっていうかさ、人を呼び込めるから、うんうん、だからもう、そのライブでやるんだったら、視聴者に羊をいっぱい借りなさいっていう。そうか、働かせればいいんだ。そう。あ、でもあれですよ、多分ね、あの、視聴者の方が上手で目を引く建築を作り始めて、それはね、あのキックです、そんな人は。ひどいな。ここで想像、俺らよりすごいもの作ったらダメ。想像していいのは我々だけですっていう神の声を出す。本当の神じゃん。そうそう、皆さんは貢ぐのです。働きやり、素材を貢ぐのです。働きやりです。そう、え、何人まで入れるんだっけ、あれサーバーって。レルムを作れば、うん、レルムっていうのがあるんですね。それ、サーバーを借りるっていうことなんです、うんうん、有料で、うん。それをやれば、ね、今週までも最低8人は入れるだろうし、なるほど。もっともっと入れるんじゃないですか。うんうんうん、まあ、俺らやるとしたら多分 PC だからもっと入れるとして、うん、作れるな、これ。バシャガナ帝国。なんかね、知り合いの人がやって、出て100人とかいけるって言ってたよ。あのサーバーちゃんとしたら立てれば。100人 PC ならね。うん。で、なんかやっぱりそういう友達ってさ、みんなサーバー用 PC 持ってるから、はい。その友達に言って、ちょっとサーバー作っといてって。あ、それいいっすね。やれば。うん、大丈夫。ちょっと期間だけ決めて、この期間みんなで遊べるよみたいな。うん。なんか、うちらはこの時間に行きますみたいな感じ。今ならただで働けるぞ、わしゃがな帝国で。だなぁ、それはこれで、あの、何がどこにあるかとか、うん、そういうことがわからないと大変だから、やっぱり基本的には自分たちでやんないといけないんじゃないかななんて思う。まあまあまあ。なるほどなぁ、ね。でも、桜井さんレクチャーしてくれるでしょ。うん、まあ、はい。頼るな。なんとか既成事実を作る。これまで、確かに今コメントでもあったんですけどね、これまでこの番組に呼んだ人たちを働きありにすれば。まだ、忙しくない人いないでしょう。まあ、でも、なんとかしてもらおうよ、そこは。なんとかしてもらおう。マジな話、結城さんとかに働かってるんですか。あ、ちょっと結城さんはダメ。ゆきさんちょっと事務所でしょ、うん、事務所がダメなので、うん、安野さん行けるだしょ。安野さん行けんの。安野さん行ける。事務所変わったけど行ける。大丈夫。なんで事務所変わった上でなんでまた甘えようとしてるんですか。いけるいける、全然いけるから。全然いける。声優さんでそういうマインクラフトのやってる集まりみたいなのってはないんですか。いや、あんまり聞いたことないんですよね。多分やってる人自体はいると思うんですけど、はい、マイクラ勢みたいなのあんまり聞き覚えはないんですよね。なるほど。確かにそういうコミュニティがあるとは聞いたことがないですね。うん、でもそういうクローズな場の方が見てる人たちも安心して
遊べるし、いいかもしれないですね。まあ確かに、誰かちょっとガチ勢を、あ、花江夏樹さん呼ぶか。あ、花江くんやってたね、前から。やってたわ、そういえば。まさかここでコラボですか。いや、俺、花江くんのチャンネルにご奉仕で出てるから、出てますね。そう、貸しがあんのよ。働いてもらえますか。そうだから、花江くん分かってるよねって、もうおはスタ終わったんだから来れるだろうって言えば大丈夫で。おはスタ終わったんだから。そうそうそう、確かに、そう、確かに卒業してたけど、そうそうそうねって、子供生まれたのに、ああ子供生まれたのにね、子供生まれたのにここでマイクラやらされるっていうね。いや、本当おめでとうございますですよね。おめでとうございます。だから、本当にマイクラは気をつけた方がいいですよ。時間がバンバン解けるんで。いや、そうだろうな。確かに。分かってんだよな、それ。最初プレイした時3日寝なかったんですよ。いや、分かってるね。こっちだってそれ分かってるから、ちょっと避けようとしてんだよ。これは何年ぐらい前の話ですか？僕が新宿に住んでた時なんで、うん、もう本当に24とか、10年ぐらい前。10年ぐらい前ですね、多分、うん。マインクラフトってこの前10周年とか11周年じゃなかったの？いや、もう最初の頃だ。僕、ベータからやってるんで、うん、多分本当に始まったばかりの頃です、ね。俺もだいぶ初期の方ですよ、触った。初期だな。まあでも、自分もそうだな、そのぐらいかもしれないな。ベータとは言わないけど。そうですね。まさかこんなに世界的なゲームになるとは思ってなかったな。うん。面白い。オープンワールドゲームが好きだったから、そういう人たちは興味持って触ってたんですけどね、最初。はいはい。うん。俺もそのご多分に漏れず触ったんですけれども、グランドセフトオートと違うなって思ってやめちゃった。違う。ここは大変ですよ。でも、今のマインクラフトって、うん、なんか、インビケーターとかだったかな、街を襲いに来たりとかしますよ。うん、へぇ、あ、そうだそうだ、うん。夜襲われるんでしたっけ？うん、うん、まああんまりひどいことになったことはないけど、探索をすればまあまあいろいろ楽しいかな。うん、ああ、なるほどね。ちょっと面白そうですね。もうなんかね、目的がいくらでもやりようで自分で勝手に作れちゃうっていう、うん、自然と目的が定まっていく。あれ作りたいからこれ作るで、これがいるとあれも作れるようになるからこれも作りたいみたいな、地図つなぎになっていくっていう。ああ、あれだよな、それを生でやるかっていうとどうなのかな。なんかやっぱりマイクラって収録向きな印象ですよね。編集ありのね。そうですね。編集ないと何時間とかになるかわからん。うん。そうですね。やめときがないんですよ、あのゲーム。うん。何時間の動画になるかわかんねえな、そうなると。だから、収録裏で作ったものを、これが僕の家です、ババーンみたいな感じでやるのが生放送向きかなって感じですね。あ、確かにそうだな。それかもうこれ作っといてって頼んどいて、サーバーだけ用意してみんなに作っといてもらうか。それもう俺らがやってないただの観光じゃないんだ。ただのみんなが作ったの見に行ってる人だよね。そう、生配信で観光しに行くからってちゃんと仕事してるかとか監督しに行くから、現場監督ってところで、コメントで次の時間大丈夫かって言われていますが、あ、もうそろそろ23時半ですので、皆さんよろしくお願いします、ね。そうです、23時半から見られます。いや、楽しみですよ。あれって YouTube で配信なんですか？はい、あの配信ってどこの枠で配信なんですか？そのまま任天堂のライブ番組があるんですけれども、 YouTube とかで見られるんですかね？もうすでに、あ、すいません、声が途切れ途切れになってます。なんかちょっと中村さんが、俺に何かが起きてる。中村さんなんか電波妨害受けてます。もう大丈夫ですか？あれ、中村さんだけどうしたんだ？配信もちょっとぐるぐるなんですけど、これ大丈夫？マイクを口につなげるとか、あ、大丈夫です。あ、すいません。今大丈夫です。なんだろう。うん、普通にじゃああるんだ枠が。ね、もう YouTube の方で、開いてますね。うん、あ、なるほど。もう会場はしてるんですね。会場はしてます。せっかくなんで、せっかくなんで。いや、皆さんそっちに。なんか、そっちも開いといて。でも今
そのものをパッと見たんですけど、日本で9547人が待機してますね。待機しすぎ。怖い。まだ始まってないぞっていう。マジ怖。これからスティーブ・アレックスの使い方。ちなみに海外版は2万2000人ですって。いや、すごい。もう楽しみすぎや。マイクラパワーすごい。化け物だな、本当に。ちょっとじゃあ、ちょっと待って。恥ずかしい。どっかに、今だけ。やってみようかな。じゃあ僕がわしゃがなのコメント欄。わしゃがなの？ああ、でもコメント欄ないのか。ああ、なるほど。誘導リンクを。そう、誘導リンクって出しようがねえな、これ。出しようがないという。あとコメント欄に貼っても速攻で流れていくでしょ。流れていくからね。そうですね。概要欄とか。一瞬で流れるよ。大丈夫、大丈夫。みんな多分分かった。あ、流れた。今流れた。今流れてよ。今流れてるよ。はい、流れてるよ。早い。流れていった。追いかけようとしても追いかけられないよ。もうクリックすらできないよ。流れていった。見てください、これ。うん。で、なんで今日の23時半なのかというと、理由がマインクラフトライブってのがあるんですね。へぇ、いつもマインクラフトライブってのは例年開催されていて、今回オンラインになっちゃいましたけど、海外で最大級の。マインクラフトのショーみたいなのがあるんですね。そんなあるんだ。一回やってるもん。そこもいろんな展開してますもんね、マインクラフトって。そこにぴったり合わせるためにそうしてると。まあ、前座ですかね。いいな、マインクラフトってなんかユーザーが勝手にいろんな企画やって遊べてるところはあるから、前に一度誘われたことあるんですよね。うん、なんかマイクラで肝試ししませんかみたいな話。肝試し、なんかそういうのありますよね。そう。あ、そういうこともあるんだ。パトロワやろうみたいな。そう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 、あ。そういう勝手になんかユーザーイベントやるんだなって。なるほど。残念ながら俺はスケジュール合わなくてやれなかったですけどね。もうマイクラって文化ですもんね。ですね。いいな。やっぱちょっと一遍わしゃかな TV でも触って。とくか、だから通過儀礼みたいなとこあるからな。通過儀礼通ってないのおかしいような、ユーチューバーとして。いやいや、まあ無理にやる必要はないと思うけど。いや、無理にじゃないのよ。なんか初期の頃にちょっと触ってやめちゃったから、うん、もう進化した後のマインクラフトを知らないからさ、それ、ね、やっぱ触っとくべきだよなって今ながら思ったよね。うん。じゃあまあ、ね、なんか企画っぽいものを作っときますか、うん、じゃあ。ブーちゃん考えてくれるなんか、まあなんか2時間ぐらいの枠で収まりそうな、うんうん、みんなマインクラフトって見たい？コメント欄に聞きたいんだけれども、バシャガナ TV ではマインクラフトっていうのはなんかやっぱ需要に合ってるかどうか、うちのその視聴者層ちょっと特殊じゃないですか、うん、変わり者が多いからね。年齢層を見ても見たいか見たくないかって言ったら、そりゃ見たいって言うんじゃないのかな。見たくはないな。わかんないし、まあ確かにね、見たくはないなってわざわざ言わないから、うん、それよりクロス探偵やりやがれみたいな過激派がいるかもしれない。だクロス探偵ガチ勢がクロス探偵でもね、ちゃんと、うん、今日だってひょっとしたらやるかもってちゃんと用意してたんですからね。ちゃんとだからちょっとやります、ちょっとやります、5分くらいクロス探偵5分のクロス、そろそろやばいじゃないかな。まあまあそろそろタイムアウトかな、うん、私は、うん、あ、まあ追い出されりゃいいのか。いや、もう桜井さんは全然もういつでももう二度と来ねえよっつって出てってもらって大丈夫だね。どうせまた呼ぶくせに、そうそう、もう、うん、そんなこと言わないと分かってるくせに、うん、いや、もう言っていただいても言っていただいてももう明日には僕ら忘れてるんで大丈夫です。本当は都合のいいことしか覚えてない。うわ、すげえ、あのマイクラスティーブ・アレックスの使い方のページ続々人が増えてて笑う。これあ、考えてみたら23時からっていうふうに思ってる人も結構いるのかも。ああ、キリがいいところで、なるほどね。放送の都合上そうなっちゃったんですけどね。うん、こちらの放送が1時間単位でないからちょっと中途半端で。ああ、なるほど。今日はこの枠残してこっちで実況とかしてダメですか？それはさすがにまずい。すごい話が出たな今。何を言い出すの？もちろん桜井さんは同時に出るっていうのは難しいと思うんですけど。それはまあ普通にこっち言ってますけど、てか裏番組とか勝手にやられたら超怒られる。超怒られる。
なんか、その、今パッと開いて思ったのが、うん、あ、そっか、あの、任天堂の公式放送だからチャット欄ないんだって思って。うん、そうなんです。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。こっちでなんか、ちょっと、あの、こっちで、まあ、放送とかは、その、ブクちゃんたまにえらいこと言い出すからな。前も桜井さん家で遊んだ時に突然桜井さんにカービィで勝負挑み出して、こいつ正気かって思ったもん。それはみんなしたいでしょ。いや、しかも結構勝てるくらいのテンションで1の1先にクリアした方が勝ちっすよみたいな感じで、そう、こいつマジかって俺思ってたもん。いや、でもみんな思うでしょ、桜井さんにカービィで挑んで花々しく散りたいって思う。そうか、そういうのもあるのか。ゲームならではですね。達人に胸借りるみたいな。まあ、当然ボロ負けしてたけど。そう。作った人に挑むってすごいよな。うん、まあ自分にとっても久しぶりですけどね、ああいうの。久しぶりの中で何回やったか分かんないゲームですからね。それを一緒にやってもらえるっていうね、うん、プレミア感というか、まあ、いい体験、ね、夢かなった感というか、まあ、いつでもかかってきてください。あ、でもそういうのやれてないですね。あ、ゲーム大会はなかなかやれないですね、今ね。今はきついですね。あ、桜井さん家にあのアクリルボード置いてもらいます。どういうこと。あ、撮影する気満々じゃないか。桜井さん家でなんか開封動画とかやるんで。開封動画関係ないじゃん。桜井さん全然関係ないじゃん。桜井さんのお家スタジオ代わりにしようとしてます。確かにね。念願の自宅配信がちゃんとできちゃう場所だな。うん、ちゃんとできちゃう場所なんですよね。そうできますよね。これからの放送もその自宅からですもんね。うん、確かに確かに。ね、確かにね。俺が別にもう一部屋借りる必要ないのか。あれ、なんかおかしくなってきたな。大ごとにしようとしてる。うん、でもまあ誰が呼んだか、ゲームセンター桜井とか言われまして、ゲームいっぱいありますからね。本当にいっぱいあるから、永遠遊べるからね。圧倒的な充実っぷりでしたね。マジで永遠に遊べちゃうからな。だけどまあさすがにお客が呼べなくなっちゃったので、うん、例えば冷蔵庫のドリンクとかが次々と賞味期限切れになってたり。なるほど。お客さん用のドリンクがね。ええ、うん、いやー、またやりてえな。早くまたみんなで一箇所に集まれるようになんねえかな、うん、まあ、ずれねえ、ほんとにずれ大丈夫でしょう。うん、では私はそろそろ失礼します。はい、ありがとうございます。はい。どうも。はい。わかりません。ありがとうございます。僕らありません。僕らなるようになると思います。そうですか。では私は一足を先に。はい。ありがとうございました。迷惑にはならないように。はい。はい。こちらで。それでは失礼します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。それでは。はい。ということでね。ゲスト桜井正弘さんでした。消します。スッて消しましたね。なるほど。いやー、桜井さんの手前言えねえけど、裏かぶりめっちゃしてんだよな今日。いろいろと裏かぶり、いろいろかぶってんだよな本当に今日って。そんなにいいですか。あのね、23時半から、うん、俺と中村さんが出てる戦翼のシグルドリーバっていうアニメが、うんうん、新番で始まるのよ。ああ、今日なんだ。今日なんだよ。それはダメですね。二窓三窓してくんねえかな。あ、一緒に実況します。シグルドリーバーはテレビだから、うん、YouTube じゃないから、まあいつでも見れますからね。うん、だからいや、だからそう、別にテレビ見ながら、マインクラフトの、うん、キャラのスティーブの使い方を見ながらどうこうっていろいろ同時にはできるよね。うん、あ、全然あり、うん、じゃあちょっと同時視聴をよろしく頼みますわ。ほんま、え、同時視聴すんの本当に。俺明日も生放送なんだけど。あ、そうなんだ。
あるんすよ、本当に忙しくてね、もう。明日は何の生放送ですか？明日はね、また新しいゲームが出るんだけれども、スマホ向けのゲームで、ファイナルギアっていうゲームの生放送するんだ。あれ、なんか聞いたことある気がする。ああ、大変そうだね。うん。これはまた結構面白そうでね。なんかやろうとしてますよ、今。もう、サクッと起動し始めてるもんな。サクッともう。プレイステーション。ダメだもん。これから任天堂ダイレクト始まるっつってんのに。いや、準備してたってちゃんと本当だよってみんなに見せないと。信じてくれないから。じゃあ、スティーブの使い方始まるギリギリまで。どこまで話が進むのやら。ほんとね、アドベンチャーゲームだからどこで終わるかわかんねえんだよね。そうなんだよね。うん、前回一章クリアしてから、2章まだ起動してないからな。第2話、疑惑。もう、前回、なんかストーカーの話で終わったことだけは覚えてるんだ。そうだね、ストーカーの話だったね。うん。おはようっす。おはようっす。おはようっす。あ、いたな。え、誰だっけ、この人。誰あの局長だよ。あ、局長か、これ。あ、そうか。佐伯局長だ。最後に出会えた人、うん、今日智子くんは昼から来る予定なんだが、経理のことで至急やってもらわんといかんことができたんだよ。うん、すまんが呼んできてくれんか。電話すればいいじゃないですか。何度もしたんだが話中なんだよ。インターネットでもやっとるんだろ。インターネットね、近くだから頼むよ。わかりました。インターネットやってたら話中になる。あ、そうか。あー、なるほどなるほど。あー、時代感じだな。電話回線なんでね。そうだよな、電話、そうだよな、電話回線使ってるもんな。テレ放題しないと。あのダイヤルアップ接続の音って、はい、なんか結構好きだったんですよね。ファックスみたいな音。そう、ピーパ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 ーみたいな。ピープルーってなるやつ。そう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 。うまい。あら、セクシー。ここはトモコさんのうちじゃ。おや、そうよ。どうした？ともちゃんに用なんでしょ？話に出てきたあのお姉ちゃんだね。お姉ちゃんの借りてんでしょみたいな。うん。めちゃめちゃ綺麗な人だな。ちょっと待っててね。ともちゃん。うわあ、めちゃくそ美人じゃん。だし。え、風呂入ってんの？色っぺえな。なんかこういうのを見るたびに、なんで俺は一人っ子に生まれてしまったんだろうと思う。いや、でも一人っ子じゃなかったとしても、目が、やべ、これ、血管が回ってる。この配信、バンされるかもしれない。バンされる、バンされる。ああ、ヘルメットめり込んだ。なんであんたがここにいんのよ。血管が回ってたら、戦場に。ちょっとリアルでキモいな、あの飛び出し方。そう、ちょっと、ね。出て本当にコストかかってんな、このゲーム。ね、お姉ちゃん。いいわよ、こんなやつにコーヒー出さない。ここまで1万円だらけにしたらデータ量は半端なかったんだろう。いやそうだと思うよ。お前のお姉さんなのか。差分じゃねえんだもん。そう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 。お前のね、表情も変わったりとかしてるしね。あの1万円の方もね。違いすぎる。お前どっかで拾われたんだろう。いやでも美人姉妹だよ。美人姉妹だよ。正明の姉妹よ。あのやっぱあれだな、シティハンターの香りに似てるな。ああ、言ってたね。うん、似てますよ。なんて美しい名前だ。それに引き換え、トモコ。なんて美しい名前だ。ひどい。確かにミレーで妹トモコってどうなんだと思うね。法則性がないっすよ。一体何しに来たのよ。親の意気込みが違いすぎるっていいな。ああ、そうそう。この主人公の性格って今のあんまり主人公タイプいないっすよね、こういうやつ。あの当時のさ、いわゆるこうラノベっぽい雰囲気の作品には多いけどさ、今っていないよね。いないっすよね、このエロゲーの主人公みたいな。なんかちょっとなんつうかサバサバした口の聞き方するっつうか、なんつうか一歩間違えると喧嘩になるようなトークを
かます。いいマンションに住んでんだな。なんかちょっとひょうきんで、なんかスケベな方がそのラッキースケベみたいなのを引き起こしてくれそうな、なんかギミックとしての役割があるけど、なんかその今の主人公って自分を重ねる対象みたいな風にチェンジしてるような気がする。はあ、そうだよな。でも自分を重ねって意味だとやっぱ時代が変わってんだと思うよ。当時はこういうタイプの主人公に自分を重ねてたんだと思う。重ねてた気はするよね、うん、ああなるほど。俺だからやっぱりさ、テイストが残ってたから、その昔俺妹ってアニメやった時にさ、ありましたね、うん、やっぱりやりやすく、キャラクターは演じやすかったよ。これに近いじゃない、うん、こういう感じのさ、うん、なんかちょっといい女が出てくると調子良くなってさ、そうそうそう、へへみたいになる、そういうのはやっぱりこう演じててなんか楽しかったしやりやすかったね、うん、多分それは俺が小さい時見てたものに近いからだと思うのよ、うん、そう。ちゃんとした等身大のその年相応のエッチさを持ってるって大事ですよね。ああ。そうなんだね。だから逆にひょっとしたら最近のそういうライトノベルの主人公のまあテンプレートみたいなのは俺にはひょっとしたら中にないかもね。ああ、下地がない。明確にその世代というか。うん、でも最近のテンプレートって言われてもはっきりと出てこないからな。何なんだろうな最近のテンプレートって。保険金目当ての親戚が面倒見させてくれってしょっちゅうやってきたけど。下水道。俺は一人で。なんかこうパターンとして世を拗ねてる系と、うん、あとはまあクール系と、普通にフレンドリーなタイプ、人付き合いがコミュ力高くていろんな友達がいるタイプっていう分派がすごいいっぱいあるから、特定のこれってないですよね。まあ要はあれか、パターンを逃れるために定型的にしなくなってんのか、うん、多分そうだと思います。いや、やめてください。なんか疲れやすくなんか作ってるような気は、ね、まあね、いいじゃねえか、俺たちと遊ぼうぜ。おいおい、こんなシーンレイヤーで見たことねえよ。お姉ちゃんおっぱい大きいね。すげえ直接的だ。直接フィクションで死ぬほど見たけど。よっしゃ、任せとけ。あれ？もしもし、電話をする。こいつ警察行ってよ。すぐ来てください。公園のポートモリバー。現実的な対応だな。何やってんのよ。そんなんじゃ間に合わないでしょ。うん、もう相手は相手は3人だぜ。強いやついるかもしれないし。うん、もういいわ。ケンちゃんには頼まない。トモコ、行くのか？ちょっとあんたたち、やめなさいよ。嫌がってるでしょ。こういう時女子の方が強いね。あんたが代わりに遊んでくれるってのかい？わあ！テンプレセリフ！なんだとこのアマ！キャー！ケンちゃん大丈夫？ね。おい、なんだよそれ！てめえが俺たちの相手をしてくるんだ。こいつらに一枚絵使うの？こいつらの専用カットがあるんだ。後ろのやつ。後ろなんか。ちょっともう映画に出てくるやつみたいなのがいるね。ああ、なんだこいつ。桜木花道ですね。桜木花道の主人公だ。ちょっと色黒になった桜木花道。隣のやつは青葉しげるかな。あれみたい、あのナルトの B みたいなって。てめえ。ああ、似てるわ。いいだろ。付き合ってやるぜ。後ろのやつファッションの最先端走ってるな。最先端。俺はお前らの学校の先生を知ってるぜ。このクソ短い紫のベストってどこで売ってんだろう。ああ、一番左のやつ。そうか。そう。お前ら、釣りのおっさんが来てる。俺を怒らすとは。そこの。直帰。俺はお前の兄貴と仲がいいんだぜ。え？俺は一人っ子だ。しょうもない。もう一人っ子だ。なんだこの会話。これならもうダメだろ。広末のパンティーを持ってるんだぜ。広末のパンティー。広末のパンティー。聞いた聞いた。聞いてる。見たいか。マジでか。見たいか。こんなの信じるっていいやつらだよな。これ絶対悪いやつらじゃないですよ。見て。今抜
らアニメーションしてるよ。ハイトンか。もう我慢ならにこのふかし野郎。面白い。マリさん、ここです。こっちこっち。なんか絵がやっぱ飽きさせないね。動いて。ねえ、ほとんどアニメですねこれじゃ。うん。呼び。おい、ちょっと待て。さっき110番しといてよかった。110番か。110番するしたことってあります？ないよ。2人はないですか？俺はあるかな。あるある。そう、マンションでね、すげえボロアパート住んでた時に1階の騒音がうるさすぎて、なんかアパートの一室でライブみたいなことやってる。ライブがマジ？それはさすがに読んだ。アパートでライブやってる。そう、アパートで急になんか友達とか呼んでライブやり始めて。それあれじゃない、デトロイトメタルシティでネギチが住んでたアパートとかじゃない？そんなアパートあんの現実で？ケンちゃんって強いの？いや、そう、もうもちろんそれ用のアパートじゃないよ。だよね。解決したのそれ。あ、もうすぐやんだ。そうか。そう。私。なんかいろいろ考えてさ、やっぱやめといた方がいいかなって思って、110番コールしたけど、途中で、いやでもなって思って一回切ったんだよね。コールしてる最中に。そしたら、なんか向こうからかかってきて、110番から。そしたら、何があったんですかみたいな感じですげえ聞かれて、あ、そういうシステムなんだって思って。しっかりしてんね、警察。そうそうそう、なんか折り返してくんのよ。ダメにじゃないように。そうですね。あと、もしかしたら、もう、何かあって切れたんじゃないかっていう。誰かに殺されたのよ。俺は事故に遭った時にかけたな。ああ、そうだ。どうなさいました。もう気まずかったわ、ほんま。ないわ。春彦ちゃんが殺されたのよ。絶対俺が事故起こした側に見られるもん、来たら。春彦ちゃん。そうね、俺もそう思うもんね。お前かっていうか。落ち着いてくださいよ。今の世の中じゃ、俺のこの前世は早すぎるんだよな。この善良性はまだ伝わんねえんだよ。まあそうね。じゃあもう一度お話を整理いたします。あとは前に俺の顔写真が犯罪に使われた時にかかってきた。高松陽子偽造された。そう、俺の顔写真で勝手に偽造免許を作った連中がいて、警察の検視の結果、死亡推定時刻は、あれはびっくりしたな。午後6時。でもちょっと感動したのが、最初に編集部に電話かかったらしいですよ、フォーゲーマーの。発見当時、俺がそこで仕事してるからって。で、編集長に警察から、オタクのところのその、ライターさんがね、犯罪に関わってる可能性があると。だから、その当人の連絡先教えてくれって、編集部に電話かけたらしいんですよ。でもね、そこで編集長は、いや、うちのそのライターが確実にその犯罪を犯したという確証がない以上は、そんなもの教えられませんっつって。違います、あー、いかんね。誰かに殺されたのです。いかんね、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 どういうこと？え、いい話じゃないの今の。あー、そうか。今のっていい話。あれ、長山さん、なんかどうしました？耳クソ詰まってます？いやいや、あ、そうかそうか。犯罪を犯してる前提で俺考えてたわ。いや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 、そんなことないってことね。だから本人にちゃんと了解取って、本人に連絡取ってくれって。現場を見せていただきましょう。だからでもちゃんと個人情報を守ってくれたんですよね。で、俺に電話かかってきて、あ、もしもし、マフィアさんですかって。はいって言えねえよっていう。何してらっしゃるの？カジタですっていうしかないけど。そう。なんでそっちで呼ぶのって思ったっすね。ちょっと行ってくる。まあ人生いろいろありますわ。ここが春彦の部屋です。これ春彦っていう元ネタわかる？ああ、あれだ。なあ、聞いたことあるんだけど。冬彦だっけ？昔のドラマのね、うん、マザコンのやつで冬彦っていうのがあったんだよね。それ何のドラマでしたっけ？何のドラマだっけあれ？なんだっけ？なんかマザコンのその冬彦ってやつは聞いたことあるんですけど、なんだ？あったのよ昔。うん、なんかあったよな。多分世代じゃないんだけども、その有名なドラマっすよ。有名だったね。すごく有名。
どんな仕事をしていたんですか。ずっとあなたが好きだった、そういうドラマ。そんなタイトルだな。なんかでもちょっと怖いストーカーみたいな話じゃなかったっけ。俺もさすがに小さい時に見てたからね、覚えてない、なんか旦那がやべえやつみたいな話だったような。旦那やべえやつだっけ。おー、佐野史郎さん。佐野史郎か。これはセーブしてもう終わるしかないね。あ、もう本当だ20分になっちゃいました。終わりましょうか。ということでね、はい、なんだかわかりませんけど春彦さんのことを調べるというところで終わります。満喫した満喫してねえよ、ほとんどやってねえ放送終わりますけど、10代美少女の皆さんでチャットを引き続き活用していただいて。そうなん、大丈夫ですので活用していただいてこれから始まるアニメと、これそう、あとめっちゃ長くなっちゃうよ。えこれ終わったら閉じるあ、閉じちゃうの。しばらく残るんじゃないっけ。残ったっけこれ。いや、配信を終了させると即閉まるよ。あ、そうなんですか。そう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 。チャット欄を残すんだと俺らは、じゃあ俺らは終わるねって言って配信をそのままにするしかない、死ぬほど後から編集がめんどくさい。無の時間が流れるそうで、俺がすっかりそれを忘れてああとか言ってんのが普通に配信続くかもしれない疲れた、風呂入ろうみたいな。そう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 。まあなんかこう多分いろんな人が見ながら実況とかしてんだろうな、とは思うけどね。まあみんななんかどっかしらでそういうのはして遊ぶんだろうなって思うので、うん、みんな、まあ、みんな思い思いのところで見てくださいね。ぜひ盛り上がってください、はい、アニメとスティーブ両方見てくださいね。はい、そう、シグルドリーバーも今日から始まる。シグルドリーバーしかも1時間かな、初回。あ、そう、1時間スペシャル、はい、1時間、そう1時間なのよ、初回1時間。そうちゃんと1話2話合わせて1時間にしたやつじゃなくて、ちゃんと1時間の台本でね撮ったやつ。そう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 、分厚かった、うん、楽しみにしていただければ。ご注目ください。はい、お願いしますんで。いきます。ということで、ま、次回ちゃんとやれたらクロス探偵ちゃんと進めますと決めました。はい、よろしくお願いします。じゃあチャンネル登録とツイッターのフォローの方もよろしくお願いしますね。高評価もお願いします。はい、それではさよなら、おやすみなさい。おやすみなさい。